始まりました映画の話したすぎるラジオ第155回になりますこの番組は大阪の南森町にあるイベント型会場週間間まにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です前田ですマリオンです大石ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということであの <laughs> <laughs> すいませんあの 収録開始前にマイクトラブルでめちゃめちゃ悪戦苦闘してて、ちょっとね。<laughs> <laughs> 前の,のね。はい。まあ、あの、で、今回ですね、テーマトークが某は恐れているの予定だったんですけれども、急遽フリートークになります。<laughs> はい。<laughs> ただ、ののい, <laughs> いや、あのね、前の回の収録聞き直してたというか編集してたんですけど、 前田さん、某に全然乗り気じゃないんですよ。バレてました。<laughs> めちゃくちゃ乗り気じゃなくて、いや、あの、ごめんなさい。僕もね、いや、もう来週は某市長みたいな感じでおっしゃったんですけど、あの、乗り気じゃなかったら言ってくださいね。<laughs> 別に、見るから某は普通に <laughs> <laughs>。嫌やったら言ってくださいね。<laughs> いやただそう、某以外の、なんか、ものもなかったんで、特に。いや、口先女通があるじゃないですか。見ますよ。 <laughs> 見ますともさ <laughs> いやもうねもうちょっとどうしてもねどうしてもどうしてもちょっとあのツイッターで流れてくるいろんな人の感想を見ながら、はい、もうどんどんいけなくなる気持ちになりました <laughs>、はい、<laughs> ただあのお便りいただいてるんでちょっと見てるメンバーでだけちょっと喋っとこうかと思います <laughs> はいあとこっからネタバレなるのであの すいませんじゃあこっから10分ぐらい飛ばしてください、はい、じゃあ大石さんいただいてるお便り紹介してもらっていいですかああはい、えー、M 原さんからいただきました店長メンバーの皆様こんばんはテーマ映画の「某は恐れている」個人的には好きな映画です本映画は4幕構成になっている映画かと思われますが特に好きなのが第1幕「ボーとアパートとその周辺の話」ですアパート周辺の絶望的なまでの治安の悪さは思わず笑ってしまいますし 話の通じない輩に、えー、粘着されるシーンの理不尽感と恐怖感も良かったです。私も話の通じない輩に追いかけ回される悪夢をよく見るので、これ自分の映画かと棒にかなり共感できました。どこからどこまでが虚構で現実なのかとか、 アアリアスター監督の母に含むところありすぎとかさまざまな切り口で語れる映画かと思います店長メンバーやリスナーの皆様の感想が楽しみですはいすいません今日は正式なテーマトークではございません申し訳ないです <laughs> <laughs> すいませんでじゃあまあメンバー見たメンバーでちょっと喋りましょうか見た人はい見ましたおいしみましたはい、はいはい、見てます <laughs>、はい、マリオンさんいかがでした うそうですね。まあ3時間マジで意味のわからない映像を見せられてるっていう感じはめちゃくちゃしたんですけど。まあでもこれ、あれだなって、あの、お母さんへのラブレターとしてこれ撮ってそうだなっていうのはめちゃくちゃ感じたんですけど、個人的には。もう、お母さん嫌いって思いながらもでもお母さんのことから離れられない自分みたいなのがあって、ありがとうって感じがすごいするみたいな感じが僕は見ていて思ったんですけど、うん、合ってるんでしょうか、これはっていう。 ああ、いや、わかりますね。あの、まあ、正直、焼き直しだと思うんですよ、今回。うん,うん、うん。うん。ヘレディタリーとミッドサマーの焼き直しだと思うんですよ。うん、で、よりちょっと小説、小説でもないんだよな。より不条理。より意味をなくした作品かなと思うんですけど、うんね、ほんまに家族嫌いやったら逆にここまで家族ばっかり描かないと思うんですよね。<laughs> うん、そうかなとは思ったんですけどね。うん。うん まあでもこの不条理感はすごい、あれ思い出しましたけどね。エヴァンゲリオンの急劇場版。<laughs> お<ー>あの気持ち悪さ含めてもうそっくりだなと思って、あれが3時間も続くって考えるとやばいなって思いましたけど、そういう意味ではすごいなんか、わけのわからないことばかり起こりますけど、なんか言いたいことやりたいことはすごくわかりやすい映画だなというふうにはすごく思いました。うん、はい、うん。そうですね。わかりやすいですよね。うん、で、初めの、 精神科の医師みたいな面談を受けてるシーンあるじゃないですか。はい。あそこで結構その、母親を殺したいみたいな、でもまあちょっとその愛情入り混じった感情に対する言及があったと思うんですけど、はい。もうこう、いじることで好きって言ってる感じはあるなとは思います、本当に。そうじゃないとここまでいじらんやろっていう、うん、母親っていう概念をここまでいじれらんやろなっていう気はしましたね。<laughs> うん。うん。おさんいかがでしたそうですね、なんか、 本当三3時間人の悪夢を見せられたというか、辻つ粒つの合わなさが本当夢だなと思って。なんか、急にこの展開になるとか、この場面飛ぶのとか、そういう感じがすごい夢を見てる。自分の夢を回想してるかのようなというか。うんうん、かそういう体験は面白かったですし、でもその中に、うん、あと、あの、アリアスター監督、多分各所でも言われてますけど、うん、その、ユダヤ人。 としてのルーツみたいなものもちょっとこう匂わされていたりとかして。うん、例えば冒頭でその彼が家を奪われますけど。うん、あれってまさにあのユダヤ人の羊そのものだったりもするわけじゃないですか。うんうん、だから、ああ、なんかメンタリティとしての、まあ、常に歴史上で難民としてい,いなきゃいけなかった彼らのそのメンタリティってこういうことなのかなっていうのは特に第一幕ではすごい強く感じて。うん なんか、ゆえにそれこそ今、世界で起こってることとかも、あれだけ、もちろん、やってることは結構悲惨なんだけど、でも、そのぐらいの感情になっちゃうぐらいには、土地がなかったんだろうな、っていうのを、思ったりもして、なんか、そういうところにこう、うん、なんだろう、うそういうメンタリティまで行けたのは結構、感傷体験としてはすごい面白かったです。でただ 最近昨今突然暖かくなった花粉症のせいかわかんないんですけど、見終わった後しばらく3日間ぐらい具合が悪かったのは某のせいかどうか僕はわかんないです。<laughs> <laughs> 具合 <laughs> 悪くなってる <laughs>。あの、第3幕で森ん中の劇団みたいなのの舞台見るじゃないですか。うんうんうん。で、はい、あそこで演じられてた演目が、その家族を持った男が不条理に家族を失うっていう話やっ だと思うんですけど、うん、あれってすごい旧約聖書的な話ですよね。まさにまさに。まさにあっぽいなぁと思いながら見てて、まあその、ユダヤ的なルーツにつながってる部分なんだろうなぁと思いつつ、あの劇もね、どこまで意味あるのかよくわかんないんですよね。<laughs> そうですね <laughs>。で、うん、しかも3時間中一番だれる場面なんですよね、うん、第3幕。僕、うん、もあそこ記憶なくって <laughs> 正直。あっ <laughs> れる場面。<laughs> はい。 えっと、じゃあ、僕なんですけど、正直、これね、全然頭入ってこなくて、うんうん、<laughs> あの、まあ、正直、あの、コンディション悪かったんですよ。見た時のコンディション悪くて、あの、あんまり集中できなかったっていうのもあるんですけど、正直、面白くないと思いました。うん、<笑><笑>正直。ただ、あの、今までの、アリアスター監督の、まあ、僕が見てるのは2作ですね。ヘルディータリーとミッドサマーの2作にあった、 家族ってやだよねとか、共同体ってやだよねっていうのを、よりエッセンスだけ取り出したら、もう話として意味を喪失しているっていう <laughs> <laughs>、なんとなく漂う不快感と不条理な感覚だけが残って、もう見てて何を受け取っていいかよくわかんねえなっていう感じではありました。うん。うんうん、ただ、あのー、なんだろうな。やりたいことはわかっ だし、むしろ、正直やりたいことはめちゃめちゃ分かりやすい作品だとは思うんですよ。変なだけで何をやりたいかはむっちゃ分かるんですけど、僕、あんまりそういうスタンスの映画得意じゃないんですよね。<laughs> <laughs> うん、なんかあんまり面白がらせるつもりない感じ。まあ、あの、浮上理劇としての面白さはありますけど、僕が求めてる面白さってそれじゃないよなっていうのは思ったので、 うん、なんかあんまりに読み解けなかったんで、もう一回見に行こうかなって、初め思ってたんですけど、この絵のために2000円使って3時間失うの正直損失やなと思ってもう行かなかったです。<laughs> あの、それだったらヘレディタリーとミッド様もう一回見た方がまだいいかなっていうぐらいには、正直合わなかったですね。うん。うん。はい。っていう感じ。それこそその前作2作では、そのある種しっかりジャンル、まあ、そのフォークロワー的ホラーだったりとか、あるいは結構 ま、真正面からのホラーであったりとかっていうところを、やってたから伝わってたものがある気がして、逆にそのジャンルの枠を今回取っ払って、あ,ある種コメディーと本人は言ってますけど、やった結果、なんか演出含めてめちゃくちゃまっすぐなんだけど、まっすぐすぎてな、うん、な、なんだかなっていう、とこも確かにある気はして、なんなんですかね、あの、チャゼルもそうですけど、3作目にはなんかみんなこう、はっちゃけちゃうんですかね <laughs>。<laughs> <laughs> うん、いや、まあ、ちょっともうちょっとジャンルに寄せてほしいなっていう感じです、僕は。うん、うんなんか、あんまり意味が取ってないことをシュールギャグっていうのに近い感覚を僕は受け取りました。<laughs> <laughs> あの、うん。はい、っていう感じです。<laughs> はい。<laughs> じゃあ、まあ、これで。<laughs> いいの、これで。<laughs> <laughs> いいの <laughs> ?3 時間も置いたのに。いや、別に見たかったから見たんですよ。 うん、<laughs> 別に、あの、ここで喋るたびに見たわけじゃないんで、<laughs> あの、喋 <laughs>、まあ、れたらよかったですけど、正直僕、本作に関しては、どこで喋れたかよくわかんねえなと思いますい。そう、それちょっとわかるんですよ。うん。結局、この話喋ろうとしたら、アリアスターロンに行くと思うんですよ。うん。でも結局、それ、アリアスターロン喋るのって、本当にこの部屋の話してることになんのっていう気持ちもあるから、<laughs> うん <laughs> なんかそのディールには乗らなくていいかなっていう気もしますね、僕は。<laughs> はい。<laughs> っていう感じ。<laughs> <laughs> <laughs> はい。はい。まあじゃあ、ということで今日はフリートークでいきます。はい。えー、いでは、じゃあ、おいさん、なんか近況とか何かトピックあれば。そうですね。どうしようかな。 なんか今週、あんまりそれこそ劇場で映画とか見れてなかったんですけど、あの、うん、ツイッターで流れてきて面白そうだなって思って見たものがあって、はい、えっと今 YouTube で期間限定公開されてるのかな期間限定って言ってもなんか結構長いんで、いつからいつまでの期間限定なのかよくわかんないんですけど、あの前に、えっと前田さんが上げてくれた、口先びの夏の監督の寺内幸太郎さん。はい。はい、あの本当にあの、呪いのビデオとか結構そういう、 まあ、いわゆる V シネマ系のジャンルホラーというか、うん、実録モキュメンタリーなんかもやってて、まあ、最近だとフェイクドキュメンタリー級の制作もやられてますけど、なんか彼の、えっと、2020年ぐらいにあった、まあ、現在も多分進行形で続じるシリーズで、呪いの目視録っていうシリーズがあって、うんまあ、いわゆる実録系ホラーモキュメンタリーなんですけど、うん、それの第一章が YouTube で無料公開されてるよっていうのを Twitter で見てあ、面白そうって思ったんで見たんですよ。 これすげえよくできてるん <laughs> ですよ。うんうん、その、まあ、いわゆる投稿されたものを紹介する感じのものがいくつかあって、で、一個特集として大きなスタッフ陣が取材するっていう話があるんですけど、まあ、呪いの目視録って名前なんで、心霊じゃないんですよね。基本的には呪いっていうものをテーマにしてるんですよ。例えば、えっ、ー、と、一番最初に出てくる、その映像。 とかだと、えっ、ー、と、知り合いの人が突然なんか変な行動を取ると。で、その人の顔がなんかその人らしくない顔をしてるみたいな。で、もしかしたらとか、一気なのかもしれないっていうところにしっかり、そうなりうるエピソードみたいなのが付け加わってくみたいな。感じなんですけど、うんうん、なんか、そういう、その呪い、人の感情っていうものに単を欲するホラーとしてすごい全体的によくできてるなっていう感じなんですけど、特に良かったのが、あの、ノリノビデオ第一章の特集になっている、 えっと、ヌルで前編、ヌルで後編っていうのがあって、うんうん、これがめちゃくちゃ面白かったですね。エピソードとして。うんうん、なんか、ネット上にとある男が誰かを呪い続けているっていう、こう、記録が残ってて、まあそういうホームページが残っていて、うん、で、まあそれをある種、呪っている本人に取材を申し込んで、取材をしに行くんですよ。うんうん、で、なぜ呪ってるのかっていうことを聞くと、昔、私が呪っている対象にいじめられたんだと。 で、いじめられたせいで自分は人生を、まあ、ある種、負け組の人生を歩んでいると。うん。だから、なんか、偶然それで、街ですれ違ったんだけど、そのすれ違った彼を見て、脳々と幸せに暮らしてる彼を恨めしく思ったから呪ってるっていうふうに話すんですね。うん。うん、で、取材班の中でそこで意見が割れるんですよ。彼を、でどうも呪いってのは結構本当に効果がありそうな、 感じになっていくんですけど、お話の中で。うん、彼を止めるべきか、いや、止める権利は我々にないっていうべきかっていうのは結構そこでスタッフ陣が揉めるんですよね。そ、そこの議論が結構面白くて。<laughs> うん。ほうほうスタッフの一人は、とはいえやっぱり、その人が死にかねないものなわけだから、うん、それを見過ごすのは、やっぱ気持ちのいいものじゃないと。うん。それを止めるまでが我々の仕事なんじゃないかっていうふうに主張する。うん。ただもう一方は、いや、 いじめられた辛さみたいなもの、あるいはそういう、その、捧げられた痛みみたいなものは、我々が理解できるものではないと。うん、それを理由に止めることはできないんじゃないかって話になってくんですよ。うんうん、で、その二人の意見がだんだん割れてく中で、徐々に呪いってのは進行していって、どうなるかって話になってくんですけど。うん、うん。いや <laughs>、あの、呪いってテーマでありながら、 その、まあ、ほん V シネなんで、なんていうか、出来とか色々、こう、甘いところもあるんじゃあ,あるんですけど、うん、ただ、呪う人の感情みたいなものにめちゃくちゃリアリティと真摯さとどう向き合うかっていうのを考えさせられる作品で、うん、うん、とにかく面白いし、最後の落とし方、まあ、この話が一応オチがあるんですけど、うん、その事実が二点三点していって、 で、最後に、ああ、一番良くない感じになったな、みたいな、気味の悪い落ち方をするっていうのも含めて、良かったです。お,お面白いですね、それ。うんうん、まず、初めの話の切り出しの部分で、心霊じゃなくて呪いっていう言い方、大井さんされてたと思うんですけど、うんうん、あ、そうかってなるというか、なんだろうな、心霊って実は、 僕たちの外側のことの話なんだなって思って、あんまり意識したことなかったですけど、心霊と呪いって割と近しい土壌にあるような気がしてたけど、あ、違うんだなって。呪いって内側のことだけど、心霊はあくまで外側にあるものじゃないですか。なんか、こう、一種の自然現象に近いような、そういうものですよね。じゃなくてその内側にあるものとしての呪い っていう解釈で、まあそれ、そこに端を発する話作りなんだろうなと思うんですよね。そこが面白いなというか、うん、すごいちょっと興味深いですね。で、その中での最悪の結論に至るっていう感じっていうのがまた面白いというか、うん。そうなんですよ。うん、だからその最悪の結論も、まあ、でも向こう、その結論を出した人からすれば、まあそうもなるよなみたいな。うん その、どこまでもやっぱり人間嫌だなっていうところに落ち着いていくのがこの話の結構うまいところで、うんうん、やっぱり呪いって人間が、主語が人間になるから、ゆえに理解もできるし、理解もできるんだけど、それはやっちゃいけないよみたいな、その葛藤がしっかりドラマとして生まれるんですよ。なんでなかなかやっぱりそういう視点のホラーって、いいね、まあ、あるようでないというか、うん うん、なんか、そうですね。そこを、しかも、モキュメンタリーとか、ドキュメンタリー風に撮ってるっていうのも含めて、うん、うん、すごい良かったですね。うん、うんあ。なんか、本当寺内幸太郎さん、本当に、なんていうか、こういうところの才能ある人なんだなっていうのを、ちょっと改めて思ったので、あの、口先女2も楽しみに <laughs> しようかなと思って。そう、この間、その、口先女2の話をした時に、その後なんか、あの、監督が、その、寺内幸太郎さんで、フェイクドキュメンタリー に携わってる方ですよねって話になって、うんうん、あ、そうなんだ。なんか、やっぱりって思いましたもん。<ー>うん、なんか、何なん,なんですかね。その、怖いものの本質って何なのかなって思った時に、うんうん、なんかそれをちゃんと、だから別にその、グロいものとか、うん、何か驚かす要素とか、そういうものがなくても怖い。なんかそういうものをそぎ落としたところにある、 怖いものの根っこっていうのが、あの、描くのはすごい上手い人なんだろうなと思って。うんうん、なんかその、さっきの話だと突き詰めていったときに、なんか人が人を、なんていうの、憎んでるとか、その呪うっていうこと、なんかそのこと自体が怖いじゃないですか。そのこと自体にどこかしら怖さを感じるんだなっていう自分たちが、うん、なんか、なんていうんだろう、そういうことを考えさせれるというか、 うん、なんか怖いもの、本当に怖いものを見たときって、その何が怖いのかなっていうところにも目が向いちゃいますね、自分の。うん,う,んう,んうん。いいホラーですね。<laughs> えね、これって、その、一話だけ今 YouTube で見れるところですよね。えっと、第一章、まあ、ただ、第一章で一応お話としては完結しているんですけど。ああー、なるほど。うんあ。じゃあ、実質全部見れるところですね。あ、そうです、そうです、そうです。 もう一生に関しては丸々 YouTube で見るって。で、日常創始もさっき調べたら、あ m アマ o ンプライムビデオとかで配信されてるっぽいので。えー、えー、でもさ、え、そのフェイクドキュメンタリー Q よりなんですかよりっていうか、みたいな感じの怖さですかあ、まあ。ま、Q の中にもあるタイプの怖さですけど、近いのはどっちかっていうと結構、ナシさんとかのテイストを近いかもしれないですね。ああ、なるほど。うん。怖いな <laughs> 人飛びたいな <laughs> ただあれです。なんか、どうも一章だけ見ただけなんで、まだわかんないんですけど、どうもいろんな物事の裏には何かがいるらしいっていう伏線みたいなのもちょっと貼られてるんで。ええー、あ、なんか、やばい坊さんいるっぽいぞ、みたいないい <laughs> 話になってるんで。<laughs> やばい坊さん <laughs> なんかすごいな。え、これ何作ぐらい何章あるのえっと、今確か第8章まで出てるっぽいです。8章 ?8 章。えー もうほぼスターウォーズみたいな、あるやん <laughs> <laughs> スターウォーズそう。ちょっとね、これ追ってみようかなって思ってます。おなんか、やばい坊主がいるっていうのはちょっとだけ嫌な予感するんですけど。なんか、<laughs> んか呪いの王みたいなやつが出てきて、うん、全員でやつを倒すんだみたいにならないですよね、さすがに。<laughs> まあ、せんとは思うけど。うん。まあ逆に育ったら育ったり、もうなんかむしろ面白いっちゃ面白いんですけど。うん。 ねえ、なんか、すごいな。なんか、そういう、そういう系のなんか、エキスパートたちを集めてアベンジャーズ作りたいみたいな妄想、誰もがしたことあると思うんですけど、なんか、それに出てきそうな人ですよね。<laughs> 最大の、三のステキポジションで出てきそうじゃないですか。<laughs> ああ、なるほどね。<laughs> あのなんか 呪いっていう存在だったものが具体的な誰かになるとあんま怖さ減るなと思って <laughs> <や>ああ。血が出るから殺せるんやろうなみたいな。じゃあ死ねるなみたいな。<laughs> プレデーター方式ね。なんかこの、ちょっと話スライドしちゃうんですけど、はい、フェイクドキュメンタリー Q の最新作のままですよね。はい、最新作。あの、隠しリンクのことですかそう。うん。最新作がめっちゃよく、よくてというかね。うん。あの、うんうん。うん <laughs> いや、フェイクドキュメンタリー9の何がタッチ悪いって、YouTube なんで、ん寝る前とかに見ちゃうんですよね。なんか映画とかだともうちょっと見ようって思って見るんですけど、なんか本当に布団、うん、ってか、まあ布団ないんですけど、横たわって、あの、寝る前につけとこうみたいなノリでつけて見ちゃうのがすごいタッチ悪くて、それがすごい怖くて、うん、なんかそれも、 あの、隠しリンクっていうタイトルで、うん、同窓会の、なんか自分、え、二人、見られてないですか二人とも。僕は見てないです。僕見てないです。<laughs> いや、見て、ぜひ見てほしいんですけど、その同窓会のサイト誰か立ち上げたんですよね。そうですね。結構歴代、こう。自分の学校の、その同窓会のなんかホームページみたいな誰かが立ち上げてるっぽいみたいな。 で、そこに、その、歴代のクラスの、まあ、写真というか、うんうん。とかこうあって、同窓会の情報とかの掲示板みたいな、なんかノリのホームページがあって、っていう話なんですけど、全然気象転結がないのに怖いですよね、めちゃくちゃ。そうですね。なんていうか、どこまで話すか。<laughs> あの、なんか <laughs> そう。多分、ウェブの制作とか、マリオさんとかやられてると思うんでわかると思うんですけど、はい。あの、ソースコード見れるじゃないですか、ホームページの。ああ、はいはいはい。で、 一見すると何でもないページなんですよ。はい。ただソースコートで見ると変なこと書いてあるんですよ。ああ、あの、そういうの隠しがちよね。ソースコートってさ、そんな書いてもバグとか起こらないもんなんですね。うん、まあ、コメントアウトしてるんちゃうっていう、<laughs> 知らんけど <laughs> っていう,そう。なんか、っていう、そうやってなんか、そのサイトにそう変なものが仕込まれてるみたいな話なんですけど、うん その何が怖いかって、誰がどういう意図でこういうことをしたのかなって想像した時に怖いんですよ、やっぱり。うんうんうん、ああ、どういう意図でそれ、そ<う>誰か入れたんだろうみたいな考え出したらっていう。うん、そうなんですよ。その、それを考えるときに一瞬すごい俗っていうのがあって、うんうん、何が起こってるかっていうことよりも、やっぱりそこにその、なんか、誰かがこれをしたっていう、人の意志が入ってる事実を感じるときにすごい怖さを感じる。 感じるなっていう。<laughs> 今日見てくださいね、帰りの電車で。<laughs> <laughs> 怖 <laughs> 怖これ終わったと見なあかんやん、みたいな。<laughs> そうなんですよ。なんかね、嫌な気持ちをになるっていうか、うん、幽霊みたいなものが見えて怖いとかっていうことじゃないんですよね。うん、なんか、街行く人が理不尽に、もしくは過去に何か自分が関わった人が、うん 何かの表紙で自分を恨んでいて、うん、で、常に自分を呪い続けている可能性がゼロかって言われたら、うん、多分みんなゼロじゃないと思うんですよ。うん、ええー、いや、ま、あそう。だし、やっぱそうなりたくないなと思ってしてるけど、やっぱってなるよね。なんかもう、それにちょっと、うん ずっとどこか怯えてすらちょっといるっていう。そう。でも、日常生活だったらそれは忘れてるじゃないですか、普通は。うん、そうね。うん。だいたい Q とか、あと今回の呪いの目視録とかは、それを思い出させてくれるんですよ。うんだよね。いい視点というか切り口ですよね。うん。なんか、それは確かにしっかりホラーになるなって思いますね。うん、いや、すごい最近というか、最近って言ったらあれですけど、なんか、やっぱり、そこをこ置き去りにされがちじゃないですか。やっぱりどっちかっていうと、うん、その手法の方に、 目が、こう、向きがちというか手法の方に凝ってる作品は結構あると思うんですけど、うんうん、その根本的何が怖いのかっていう部分をちゃんと入れられてるのはやっぱすごいなっていう。うん。うん。うん。あ<ー>興味深いけどな見たくねえんだよな怖いな見たくないんですよね、うん。いや、僕ね、あの、ホラー映画は見れるんですよ。うんうんうん。でも、ホラー動画は見たくない。ああ、なるほど。です。で、これ、ちょっと別の、 映画の話してる知り合いがいて、その人と話してたことがあるんですけど、女神の継承この番組の話しましたけど、あれ、まあ、あの、モキュメンタリー形式でやってるんですけど、うん、あ、これ劇映画だわってなっちゃう瞬間があるんですよね。ありましたよね<ー>で。そこが僕はあんまり好みではなかったんですよね。で、その人と話してて、まあ女神の継承って、まあ、どうしてもちょっと、モキュメンタリーとしての定はやって、 るけどやりたいことがだんだん出て、もう劇映画になっちゃってるっていう。まあそれはもう劇場作品として作るっていう部分で、その仕上がりを求めてしまってるとこがあるなとはいう話になったんですけど、それってじゃあ、怖さってもう劇場作品としての映画ではもしかしたら表現するの難しいのかなって気がしたんですよ。もうそういう見るぞってつもりで見に行くもんだから。だからもっと、 身近でふっと入り込んでくるような映像の方が、今の時代は恐怖を描くには向いてるんじゃないかなと思って、さっき前田さんがおっしゃってたんだったら YouTube っておっしゃってたと思うんですけど、もっといいなら僕今 TikTok だと思うんですよ。TikTok でこうスワイプしてピッピッピッってやっていった時に、あ、なんか見たかも見ちゃったみたいなのが一瞬映るみたいなのが、そこにこそ本当の恐怖ってあるんじゃないかなっていう話になって、 もう映画ってもう構えてるし、どういう風になってくれるのかなっていうのを期待してるじゃないですか。それは2時間持たせるための目的っていうのもあると思うんですけど、その激性っていうのは。うんうん、起承転結もいるしね。でも起承転結ってそもそも恐怖とは微妙に相性悪い気もするんですよ。<laughs> <に>意味だから。起承転結って意味を成してる、なりだから、そうじゃなくて意味がないもの、10秒だけ意味わかんないもの見ちゃったっていう方が怖いって考えたら、TikTok とかの方がいいし、やっぱ映画ってもう、 ファンダムとして存在できるじゃないですか。ホラーファンダム。うん、怖がることを楽しむ人たちの場があるから、その人たちの場の中では本当の恐怖って生まれ得ない気もするんですよ。うん、そうじゃなくって、もうホラーファンでも何年前人たちが普段触ってるそういう映像メディア、それこそもう1分以内のショート動画みたいな中に忍ばせてる意味のわかんねえ恐怖みたいなのこそが本当の恐怖なんじゃないかなと思って、 だから絶対に見たくないんです。<laughs> <laughs> それこそが怖いから。いや、でもほんとね、感心してしまいますよね。フェイクドクンド Q はなんか、あの、やっぱり、なんていうのかな、そのシンプルなんですけど、シンプルだからこそ映像の、映像表現、<laughs> 編集も含め、その、はい、それがやっぱりものすごいなっていう、その、編集されてるって感じさせないような、編集なんですよ。うん、編集というか。 映像うん。でもそれは一つ一つこう考えて作られてるわけじゃないですか。うん。計算されて。うん。なんか自分が同じシナリオで、うん。こう映像を考えるときに、こういう風に作れるかなって思ったら、なんか一つ一つがすごい緻密だなと思って。うんうん。うん、感心してしまうレベルなんでしょうんうんうん。あと、そう、山口さんおっしゃったのすごいいいポイントだなって思ったのが、気象転結が作った話。 うん、まさに多分、ケツをつけないっていうのが Q の特徴だと思ってて。うん。なるほどね。<ー>そう、気象10で終わるんですよ、基本的には。はい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 。確かに。そうですね。うん、うん。僕、日本ぐらいしか見たことないんですけど、あの、マインドシーカーとか、はい、はい、なんかほんと変なことあったなーで終わるじゃんっていう。<そ>う, <laughs> <laughs> うわ、何これ変なのーって言って終わったなーっていうのとか。うん。あと、あれ何でしたっけエレベーターのやつって何でしたっけ、えっと、ベースメント。ベースメントか。 あれも、あれどうなったのこれみたいになるじゃん <laughs>、うん、あれ。え終わりみたいな。怖 <laughs> ってなるよね。なんかさ、こう、想像しうる、なんか、恐怖の最大のやつって感じですよね。うん。なんか子供の時とかにこんなことが起こってほしくないなって思うようなこと、みたいなものが、すごいこう抽出されてる感じがするというか。 子供の時ってずっと怖いことを考えたりするんです。寝る前とかに。うん、怖いから。怖いから怖いことを考えるんですよね。うん、怖いことと悲しいことをな考えるんですけど。うん、なんかね、大人になったらあんまり怖いことを寝る前に考えなくなるんですけど、うん、もうその時の気持ちをすごい思い出させるっていうか。絶対嫌だ。<laughs> <laughs> 絶対嫌だ。<laughs> まあでも、その監督が劇映画として作ったのが、うん、靴先女です。なので、はい。はいはいはい。 なるほどね。<laughs> なんか、いきなりめちゃくちゃ強い、こう、バックアップついたみたいな。<laughs> そうですね。<laughs> 口先女2に対しての。い,はい、いや、もう、ここ数回ね、ずっと、口先女2を見るための道筋が立てられていきますからね。<laughs> <laughs> もう、完全に、も道路が作られていってますから、<laughs> どこかで口先女2にたどり着きますよ、絶対。うん、もう、絶対いつかやりますよ。早くたどり着きたい。はい。いいですね。<laughs> いや、楽しみにしてますけど。本当に楽しみです。うん。怖いな。なんか、さっきから大井さんの画面がチカチカしてて怖くないですかあ、なんで、これカメラのあれなんで、ちょっと、本当気にしてください。はい。はい。あ今週はこんな感じです。はい。はい。じゃあ、僕ですね。まずですね、この話をしないといけないんですけど、ゴーデンカムイを見てきました。おはい。ちょっと、聞きたいです。はい。 で、えっ、ー、と、前提条件として、このメンバーの中で僕だけが原作読者なんですよね。ですよね。うんはい、で、えっ、ー、と、見てきたんですけども、まず、良かったと思います。はい。うん、いい映画だったと思います。ただ、結構その評価をしたってことを説明するにあたって、結構文脈があるっちゃあるんですけど、やっぱり漫画原作の実写映画、 っていうエクスキューズが必要な出来の良さ。というふうにも思いました。うんうん、で、まあ、原作が明治末期の北海道を舞台にした作品で、まずその舞台で映画を撮ったっていうこと自体がある程度の達成にはなってて、まあそこだけで持つっていうのが一つ大きいポイントかなとは思います。あと、動物の CG が見れるものになってる。これも大きいと思います。ああ、そうですね。うん ね去年だとコカインベア見た後だったので、日本でもクマできんのかよって思いましたけど。<laughs> うん。どっちかというと、クマより狼の方がちょっとだけ、つたなさがあったようには感じました。<ー>うん、ちょっとわかります。うん。ただ、まあ、あの、十分にできよかったと思います。そこにいると、ある程度信じられる作りになってたと思いますし、一番ちょっと、一本の映画としての懸念点に、 なるかなっていうところで、やっぱり終わってないっていうところなんですけど、もうこれもしょうがないというか、そもそも終わんねえからっていうのがあって、本来的にはこれ連続ドラマでやった方がいいタイプの話なんですよね、絶対に。はい。大落ちがつかないけど、一つ収まるところで1話が終わって、それが連続していくっていうふうに山場がいくつもある方がいいし、群像劇なんで、そもそも登場人物むちゃくちゃ多いですし、一個一個のキャラが濃いから、 映画にこのキャラ必要ないよねっていうのをはしょると、間違いなく原作の魅力を目減りさせるんですよね。うん、うん。あと、まあ、あの、独特の変な間のギャグとかもあって、これは結構ギリギリだとは思ったんですけど、ただ、実写であの変な間をやる範囲内ではギリギリのバランスでやってたかなとは思いました。ギリギリね、これ。それは僕が許容できる範囲ではギリギリでしかないんですけど、<laughs> あと、あの、いちいち入る、 登場人物の文字演出、あるいはその説明のための字幕が入るのもあ、正直、あの、僕は好みじゃないですけど、まあ、広く見られる作品としての分かりやすさっていう意味ではありかなとは思いました。うん。あと、あの、 これ、大きいポイントなんですけど、これ、原作漫画は、このアイヌの生活描写っていうのがすごい大事なんですよね。で、ちょっと料理するとか、動物を捕まえるとかっていうシーンをいちいち挟むんで、それが作品の豊かさにつながってるんですけど、映画としては間違いなく無駄なシーンなんですよ。<laughs> その間話が止まってるから。あの <laughs>、うん、<laughs> 2時間しかねえのにこんなことやってる場合じゃねえよなっていうのは、一本の映画としては間違いなくあって、ただ、あの、 この愛のを描いてるっていうのは、ま、ゴーデンカムイのむちゃくちゃ大事な部分なんで、そこは省いちゃダメでもあるんですよね、そこは。うんまあ、そこはいたしかゆしっていうのがあって、うん。漫画原作の実写映画っていうエクスキューズをつけた上で、かなり頑張ってる良作だと思います。一本の映画としてもちろん、 スタナはあると思うんですけど、じゃあ一本の映画とは何かっていう <laughs>、側面もあって、で、見に行ってる人たちみんなゴーデンカムイの,の読者が大部分だし、で、知らない人でも退屈させないような作りにはなってたとは思うので、まあそこも共有できるかなっていうのが僕のスタンスなんですね。ただこれ、あの、前回のファイブナイツアットフレディーズと言ってることが結構、<laughs> <laughs> <laughs> ぐちゃっとしてるんですよね、これ。そう。まあ、まあ、確かにそうかも、とはちょっと思いました、ねうん、まあ、まあ、その、まあ、原作ね、その、読んでる山口さん、僕は知らない状態で言ったのは僕ですけど、まあ、うん、知ってる人が知らない状態には戻れないですから、うん、まあ、そうなるのもしょうがないなっていうのというか、うん、そういう文脈で楽しみだっていうのは全然ありだなっていうの思います。うん。いや、あの、面白かったです。ただ、あの、やっぱり、 あ、ここをこうするかっていう、チェックボックスを埋めるような見方をしてるんですよね。うん、ああ、なるほど、実写化にあたってこういうアイディアを使ったのかとか、こういう風に演出するのかっていう、これってなんとか答え合わせじゃないですか、ただの。いや、そう、そうなんですよね。うんうん、僕、まあその原作僕知らないで言っておりますけど、あ、これ多分原作に忠実なんだろうなって思うたびに、もう、 アリバイ作りに見えるので、うん、正直全部。うん、いや、まあ、中継でやるのはいいんですけど、うん、正しいと思いますけど、なんかもう、うん、本当に答え合わせみたいな感じになるのが、まあ、原作知らない僕でも感じるので、まあうん、そんなになあって感じがしちゃいますね。うん。そうですね、うん。ただ、あの、実写映画にするにあたっての、どうしても褒めたいところがあるんですけど、うん、主演の山崎健人さんなんですけど、はい すごくハマり役だったと僕は思ってて、で、漫画の方の主役の杉本っていうキャラクターは、結構まあ、シリアスなキャラでありつつ同時にコミカルなキャラクターで、まあ、常に日本軍の軍服を着て行動してるんですよね。で、軍帽をかぶってるんですけど、一つのキャラクターとしてそういう風に仕上がってるんですよ、ビジュアルも。ただ、この帽子を脱いだ時に色男っていうのがすごい大事な部分で、 この、山崎健人さんがね、こう、帽子被ってるときはちゃんとキャラクター的なんですけど、帽子脱ぐとね、めちゃくちゃ男前なんですよ。うんうん、で、それはすごい大事なことなんです、本当に。で、その、それこそが実写で見ることの価値だと思うんですよね、これが。再現してるとかじゃなくって、実写に落とし込まれたときにどう存在し得るのかっていう部分で、うん、答え合わせじゃなくって、それを超えてきてる部分なんですよ、これ。 実際の人間がそれに当てはまるっていう。当てはまるっていうのは、あなるほどね、とかじゃなくって、それをオーバーしていくことにこそ、この実写になったことの価値がある。この受肉したというか、権限したというか、うん、そこに存在していることに喜びを感じれるっていう、これこそが実写化の価値ですよね。はい,はい、はい。そこは良かったです、本当に。ちゃんとそれを、 もう、白銀の北海道って舞台。まあ、あ撮影北海道じゃないのかもしれないけど、わかんないです、そこは。ただ、まあ、その、北海道っていう舞台として描かれたものとして、遜色ない画面になってる中に、その、山崎健人さん演じる杉本がいるっていう画面になってる。もう、これが素敵なことだと僕は思います、本当に。で、それこそが素晴らしいって言ってる人もいるんじゃないかなとは思うんで、僕、そこだけは、しっかり評価しときたいと思います。 これをやり遂げたことは、すごいことやと思います。はい。ですね。うん。ついつも会いました。<laughs> <laughs> はい。あ<ー>まあ、ちょっとね、前回。そうですね。僕がちょっともう、結構、ちょっと強く言いまくってしまったなって、ちょっとあの後ちょっと反省はしたんですけど。い <laughs> や、いや、まあ僕もちょっと相対評価みたいな感じなんで、あの、すいません。ファンの方には微妙に冷めた視点だったかもしれないですけど、いや、でも、良かった作品かなとは思いました。はい。 で、えっと、あと映画は、まあ、某だったんで、映画としてはこれぐらいなんですけど、あの、前、年始の回で、実際のお店持ちたいって話したじゃないですか。あ、はい、はい、はい。はい。はい。物件見に行ったんですよ。あ、見に行ったんですか <laughs> で、えーあの、実際に身体するとかじゃなくて、いわゆる曲がりする感じのところで、かなり廉価な金額で、週1ぐらいで借りれる。 カフェバーみたいなとこがあったんですよ。<ー><ー>で、これ、いや、普通にありかなとは思ってるんですけど、ちょっとよくよく考えてみたら、この店開くと僕映画見に行く暇なくなるんですよ。めちゃくちゃ本末転倒みたいな <laughs> これ、悠々式自体で、仮にもまあ、あの、映画を話ししたすぎるラジオっていう立場でやってることが、まあ、 お客さんとして来てもらうことの価値でもあるわけじゃないですか。映画見なくなるの、ちゃんとやばいなっていう。<laughs> ちょっとこの問題、命をかけないと達成できるなっていう。<laughs> 命をかける。ける <laughs> ちょっとね、マンパワーというか、労力という問題にぶち当たってますね、今。時間と。<laughs> <laughs> お金の問題は全然いけるんですよ。<え>そう、<え>なんか、<え>ちゃんと現実的な問題にぶち当たっていたっていう <laughs>。はい。いや、私ずっと山口さんって本当は働いてないんじゃないかなって思ってますもん。<laughs> あ、働いてないです、は, <laughs> はい。この人本当は働いてないんじゃないかなっていうぐらいの時間のストイックさというか。<laughs> どうなんでしょうね。ゲームとかやってましたけどね。<laughs> うん。まあ、あの、実際にやるとなったらまたお知らせします。はい。はい。 はい、え、この、ちょっとその流せるかどうかは、あれなんですけど、どう辺にあるんですかえっと、長堀橋。震災、えー、橋の横。はい、えー、はい。はい、ですね。えー、遊び行きます。平日ですよ、やるとしたら。え、何曜日いや、そこも問題でね。相手開いてるの木曜日なんですよ。<laughs> あもう,もうラジオ存続の危機じゃないですか。ラジオが終わるじゃんっていう。映画も見られへんわ、ラジオも収録できへんよ、みたいな。<laughs> いやちょっとね、まあそこの問題もあるんでどうしようかなっていう感じなんですけどね。うん。うん。はい。あと、一個僕、ここで提案したいことがあって。ほうほう。はい。前にね、映画話したすぎるラジオの、神会特集会やりませんかっていう話をして、ボツになったと思うんです。うん、はいはいはい。さすがに手前味噌すぎるわっていう話になって、それで投票集まらんかったら恥ずかしすぎるしやめようっていう話になったんですけど、 ただ、まあ、自分たちで選ぶ分にはいいんじゃないかなと思って、あの、Spotify のプレイリストを作ってみませんかっていう。えー、<laughs> 自分たちで。Spotify ってプレイリスト作れるんや。そうなんですよ。作れます。ていうか、ラジオにプレイリスト作ると概念あるんや。Spotify にはあるんです。 お気に入りの会議を集めるってことですよね。うん、そう。まあ、紙回っていう言葉使うと恥ずかしすぎるから、プレイリストってすごいちょうどいい落としどころじゃないですか。なるほど、なるほど。綺麗に横にずらはしましたね <laughs>。<laughs> めちゃくちゃキモくていいですね。いいでしょう <laughs> てか僕も作りました。だからみんなにも作ってほしくて。一人一人欲しくて。え、4人で考えるんじゃなくて、一人一人作るってことえ、一人一人の方が面白くないですかあ、でもみんなで選んだやつでやってもいいかもしれないですけど。<laughs> 今ね、あの、だから Spotify で映画映画って検索したら。ちょっと待って、はずいはずい。<laughs> え、でも、大体、手応えあったなって回、<laughs> 思いつきませんえ、それは、えー、そのプレイリストは、はい。あ、もう作って公開してるんですかあの、公開してます。はい。で映画で検索して、<laughs> いくつか選択項目出てくる中にプレイリストっていうのがあって、そこを選ぶと、映画の話したすぎるラジオのプレイリストが出てくるんですけど、それ僕です。僕が作ったやつです。え、そのプレイリストいっぱい作れるってことですかそうです。あの、あ<ー>プレイリストって何個も作れるんで、面白くないですか面白い人間。<laughs> え、でもなんか、せっかく作るんやったら、はい。まあ、一人一人のベストでもいいですけど、なんか、なんて言うんかな。だって音楽とかやったらさ、はい。なんかさ、ジャンルこんな、こんな時に聴きたいみたいな、はい。なんか、そういう縛りやテーマうんうんはい。あってもいいかもしれないですね。そうですね。この、映画の話射すぎるラジオ、自意識編みたいなプレイリストを作れるかなって気はしますけど。ああ。 それに、自意識編しかなくない自意識編しかないな。な自意識編しかなかった <laughs> あれあと、あの、恋愛編ね。あ<ー>、うんまあ。恋愛編はありますね。うん。はあるか。猿学長と、もっと超越したところ以か <laughs> まあ、あの二つは僕、神界やと思ってます。我ながら。<laughs> 自画自賛ですけど、神界やと思ってます。あの二つ。<laughs> あー あとまあ、霧島会も反応をいただくことが多い会かなっていうので、で僕のプレイリストには入れたんですけど、うん、まあ別にあの、一人一人作んなくてもいいんですけど、みんなで作ったら、映画のしたするラジオプレイリスト、a.k.a. 神回収として。すごいな。山口さん。<laughs> え 山口さん面白いですね。そうですか一週間の間に、めっちゃいろんなこと考えてやってますん。その分仕事はあんま考えてないんですよ、実は <laughs> <laughs> あと。あの、いろいろ計算してやってますよ。プレイリストを作ると、映画で検索した時に、プレイリストが出てくるからインプレッション増えるなとか、割とダサんもやってますよ。ええー、面白い。面白そうやけど。<laughs> なんかその、それを選んでる時の山口さんを想像したら、なんか可愛いですよね。え 普通に思いつきますけどね。<laughs> あの回良かったなっていうのをポンポンポンって選んだだけですけど。でも結構順番も大事じゃないですか。ああ、順番。そう、確かに。こういうの順番。なんかそのアルバムを作るみたいなノリじゃないですか。はい、あす確かに。こう、まあ、聞く人がどういう順番で聞いてくれてもいいけど、一応アルバム作った側としては、順番にもちょっと意味を持たせるみたいな。でも、ある程度時系列に沿ってないと、<laughs> ああ、そっか。いきなり大井さんが現れたり、いきなり原口さんが現れたりするから、めちゃめちゃ混乱すると思うんですよね。<laughs> この二人はなぜ消えたり、現れたりするんだろう <laughs> ってなると思うんで。ある誰だろうってなっちゃいますよね。実は人格が違う一人の人間なんですみたいな。あ、なるほどね。うん。いや、まあ、あの、作ったらおもろくないかなっていうのなんで、うんうん、あの、 皆さんも作ってください。あるいは、あの、<laughs> 言ってください、僕に。わかりました。あの回入れてくださいって言ってください。え、だって作り方わかんないですもんね。いや、<え>そんな難しくないですよ、本当に。スポティアイのアカウント持ってたら別に、あの、うん、全然作れますけど。ええー。マさん、スポティファイアカウント持ってないんだったら、あの、持ってるってください。僕が作るから。え、なにそれ個人で作るってこと個人でっていうか、個人のアカウントで作るってことまあ、それ、なんか、ちょっと嫌さがあるかもしれないんで、それやったら僕作りますよ。 全然いや、いや、嫌さとかじゃないんですけど、なんかその、なん、はい、やろで。個人が表示されるとか全然知らなかったんで。表示されるスイ,、うんはいえー、イリストの作成者って出ますよね。うん、出るから。え、じゃあその、今作成者、や山口さんのことそうですね。ああ、なるほど。はい、めっちゃおもろいですね。絶対調べよういや、まあ。だって、この番組のプレイリスト作るなんて、僕ぐらいしかいないじゃないですか。 <laughs> いや、なんか番組のアカウントで作ってんのかなと思ってました。<laughs> うん、ああまあ番組の、ね、アカウント作ってもよかったんですけど、うん、そうですね。その手があった。<laughs> <laughs> ちなみに、<laughs> 個人的には神会だと思ってる会が1個あるんですけど、はい。アナザーラウンドは入れられました。うん、いや、僕はね、僕自分ではあの会すごくいいと思ってるわけじゃなくってあ、そうなんですね。はい。 僕あの回大好きなんですよ。めちゃくちゃ好きすねて。めちゃくちゃ好き言って。そうそうそう。くれたやつなんでしたっけまあ初めてこのラジオで聞いた回でもありますし、いや、途中から本当映画の話してないのが最高なんですよね。<laughs> <laughs> 確かにしてないな。あれ。あの、あの回僕も聞き直しました。前、大井さんがアナザーラウンド回から聞き始めたっていうのを聞いて、うん、途中から老いに対する向き合い方の話になってるんですよね、あの回。そう そう確かに映画のテーマの一つではあるんですけど。うん。そう。まあそれは、確かに、あの、聞いてて良かったです、あの回。うん、あの回は良かったと思います。まあ僕は、あのー、もうちょっとわかりやすく味付けの濃い回を選ぼうと思って選びましたけど。<laughs> あと、あの、聞き直して思い出したんですけど、霧島部活やめるっていう回が、大井さんが初めてお便りくれた回でした。あ、そうた。 たんかかからそそタイミング的にどなお便りくれあの時にアナザーラウンド会を聞きましたっていうのでお便りくれたんですよ。すごい。はい。ああなんか。面白い。タイムマシンやなんかあれですね、分岐点にこういたんですね、自分は。そうですね。まだ知り合う前の大石さん。そうですね。そこでこう会合してるっていう感じが。 まだバーにも来てなかった頃です、ね。そうです、そうです。だってまだコロナ禍でしたもんね。えい、ー。うん。うん。そんな前でしたっけそんな前というか。うーんそうですね。そう関西来て友達いないなって思ってる時期なんで。はい。まあ、あの、気に向いたら作ってください。本当は、あの、もう絶対作りましょうっていう空気で言おうと思ってたけど、なんか。<laughs> ちょっと思ってたよりキモい行為なのかもしれないなって。悪いに変えてしまったんですかまさかの個人が個人のアカウントで作るんやと思って。バレたらめっちゃ恥ずないと思います。まあまあね、ここで逆にさっき言ってることで、ちょっとその恥ずかしさはなくなりましたけど。そう、これ言ったらもう恥ずかしくないでしょ確かに。そうですね。まあまあ。言うことが大事。いや、面白そうやなと思って。 っていうかね、あの、<laughs> ポッドキャストって、あの、相当とか書けれないから、過去エピソードを探すのむちゃくちゃめんどくさいんですよ。うん、なるほどね。だからまあ、プレイリストは単純に聞きやすくなるかな、とまあ、思って。あと、そういえば、あれですよね。s ポ o t i f y のポッドキャストって、あれですよね。プレイリストって、ポッドキャストも入れるし、曲も入れられるから、その、待って待って。お題の作品の後に、<ご> <laughs> その関する曲も入れられますよね。すごいそれ。<laughs> 待,っ待って待って。 レベル上げていかんといて。それでは、この話したときそれでお聞きください。んとかのんとかみたいな感じですよね。ラジオ番組みたいなね。<laughs> みことができますよ。そんな DJ 的なセンスの見せ所があったなんて。<laughs> えー、いや、たぶできるんちゃうんかな,みたいなできますね。できますなんか、私あ今自分の中にまだ恥ずかしいってう気持ちあったんやって気づきました。 でも私、あの回好きです。あの、ラブライフああ。はいはい。ラブライフ回はね、うん、実は結構好きで。で好きでというか、なんか残ってるんですね。あの、思い出に。うん、あの、ラブライフの作品自体が結構独特っていうか、なんか、思ってたさ感じともちゃうし、はい、あの、ちょっと、なんかあの作品自体の印象と、それを話してる自分たちの、こう、ちぐはぐさが、 結構その作品と合ってるというか逆に。<ー>で、あとあの時らんからその山口さんがなんかその、なんていうんですか、サイコパス診断みたいなし始めてるっていうか、<ー> <laughs> なんかこのこの、なんていうの、この人がなぜこういう行動を取るかっていうことに対する捉え方の、はいはい、なんか怖さの解像度高みたいな、すごい印象にあって。<laughs> あれですね。えっ、ー、と、浮気してる時の電話の下りだったと思 <laughs> そうです。そう,そうそ、はい、はいはいはい。あ,<ー>ありましたね、ありましたね。はいはい、あったな。ありましたね。うん、<laughs> はいはい。なんかね、あの、何について話したかっていうのは結構、ぼんやりしてる割に、おのおのの、なんていうのかな、視点の違いが浮き彫りになってて、ちょっと面白かったなと思いました。話して、話してる分には。うん。うん、サイコパス診断というか、クソダサ男診断なんですけど、ね、僕がやってるのは。<laughs> ちょっと男でね。<laughs> じゃあ、ラブライフ会入れてください。ラブライフ会入れときます。<laughs> BGM を入れれるってなったからな。その後にちゃんと主題歌も入れてって。<laughs> 怖いわ。じゃあ、この流れでマリノさんの神会1個聞いといていいですかえー、でも神会、なん、なんでしょうね。え,ーえ、まぁ、あ、しゃ、個人的にめちゃくちゃ喋ってて楽しかったのはなんでしょう、ね 私は最悪とか。ああ、はいはいはい。まあ、自分では言いたいこと言えたなっていう感じで好きなだけなんですけど、あれは。めちゃくちゃ自分思いこもってんなって、あの時の喋りみたいな風に思うのは、それかなって、パッと思いつきますけど、はい、うんうんうん。僕とマリオンさんやったら、あの、リズと青い取り会はむちゃくちゃ良かったと思ったんです 確かにあの、山口さんとのあの、アニメ界。はい、リズと、あと、サイダーのように言葉が湧き上がる回も結構好きです。はい、あの、前田さんが、 長期休みに入ってた時に、<laughs> <laughs> あの、前田さんいないうちにアニメの話しようぜって言って、アニメバックやってた時がありましたね <laughs> あ<の>。あ、それで言ったら私、あの、自分がいないけど、自分がいない時の、え、二人、お二人でやったんでしたっけなんか企画会議はい、はい、はい。はい、企画会議会、ね、みたいなやつで。あ、ありましたね。なんかあれ、なんか自分がいなかったけど、ちょっと聞いて楽しかったです。<laughs> <laughs> <laughs> 結構企画会議みたいなノリで喋るの楽しいですよね。うん、まあ、今も半分そのノリかもしれないですけど。うん フリートークしてる回確かに面白いんですよね。うん、新年一発目のやつとか、毎回は、うん、去年のあのやつとか面白かった気がするけど、去年とか、うん、今年とか含め、うんあ。あともう一個神回と思ってるのが、思い出ポロポロ回は僕<あ>神回と思ってて、あ,<ー> <laughs> あれか <laughs>。聞き直したくないな。あの <laughs> 僕のプレイリスト基本的に前田さんがホームラン打った回が入ってます。<laughs> やめてくださいよ。<laughs> 黒歴史を抽出してこないでください。<laughs> 猿学長ともっと超越したところへと思い出ぽろぽろは前田さんがホームラン打ってる回なんですよ。いや、猿学長はね、まあ、前田っていうか、結構みんな、みんなこう、わちゃわちゃってなってました、ね。というか、まあ。なんかマリオンさんも怒ってるし、みたいな。ね、あそこは。あの、<laughs> 最近あんまない、あんまないかわかんない。ね。あの、前田さんと僕との対立構造みたいななんか。<う>しかも、俺たちは何と戦ってるんだみたいな。<laughs> いや、そうそうそう,そう。何を守ろうとしてるんだみたいな。そう,そうそう。あの時は、あの、如実に出てましたね。なんかねあと、フリートークの回ですけど、トイストーリー4の話した時はマジでホームライトもあれを。トイストーリー大丈夫でした大丈夫でしょうあれ大丈夫じゃないですか <laughs> いや、もう、いいパンチライン決めたなと思って <laughs>、うん。なんでスパンって綺麗なゴール決めていくんだろうなって確かに思いましたよ、あれ。<laughs> はい。そうか、結構いろいろありましたね。<laughs> 変なタイミングで。いや、私あの、いつも青石さんに言ってるんですけど、その青石さんが初めてラジオに来た時やったっけ初めてなんでしたっけ初めて青石さんが参加したのはどれやったっけなスズメじゃないですか、多分。スズメの閉じまり会じゃないかな ああ、そっかそっか。ちょっとスズメじゃないんですけど、イニシェリント、イニインシェリントですね。インシント。はいはいはい。やっぱなんかあの、大石さんの、なんていうのかな、面白さって、あの回にすごいあるなと思って、私あの作品自体は全然ピンと来てなかったんですよね。けどなんか話した内容がすごい面白くて、なんか、なんていうのかな、大石さんの面白さが一番出てる回じゃないかなと思って、うん、ちょっとまたそういう作品を、 取り上げたいなと、取り上げるというか、そういう作品で、なんか話したいなという気持ちはめちゃちゃいい。うん。そうですね。あの回、そう。手応えあったの逆にあの回が一番でだんだん下がってきてる感がちょっとあって <laughs>、えー、<laughs> そんなことないです。僕は大丈夫かなこのラジオに行ってていつも思うんですけど。いや、私が一番思ってる。<laughs> <laughs> ホームランバッターやから。 ワンランバから大振りだから基本。<laughs> 僕も毎回、あ何も喋れんかったなって思いますよとか <laughs>。パンチラインのないことないことって思いながら、思ってますけど。いや、マリオンさんもふとした瞬間に、えぐいパンチ打ってる時ありますけどね。<laughs> そうですか、ね。<laughs> そんなことな <laughs> してる記憶ないな。<laughs> あ,あの、マリオンさんが感情的になってる回は確かに面白い回やと思います。こちらアミコとか、サルガクチョとかね。あ<ー>あ、こちらアミコは、 こちらみこは良かったですけどね。うん、なんか、全員が <laughs>、全員の感情を高ぶってるな、みたいな。うん,う,んう,んうん。<laughs> うん。面白いな。なんかやっぱり、ラジオで話してると、こう、話して取り上げて面白い作品っていうのが、なんかやっぱありますよね。こう、見てて面白いのと、話して楽しい、面白いのってちょっと、被ってるところもあるけど、うんうん、結構違うなっていう。そうですね。やっぱどうしてもちょっと、 テーマがしっかりあるタイプの映画の方が喋りがいはあるっちゃあるんですよね。うん、それはこの番組に向いてるというか、やっぱ自分たちの話に引き寄せていくのが、まあ我々のスタンスというか、うん、まあいつものパターンだと思うんで、そういうふうにできる作品の方が話は伸びてるなっていう感じはあるんですよね。シンプルなジャンル映画はちょっとそんなに話、 広げようがない時も多々あるから。<laughs> <の>そうですよね。ちょっとホラー映画がその犠牲にありがたい。<laughs> <laughs> まあ確かに。その、ちゃんとできのい,いホラー映画の話はどっかでしとかんと、うん、ホラーと特撮くさしてばっかりの奴らに聞こえてる可能性が。<laughs> いや、でもやっぱ、そのさっきの話ですけど、ホラー映画できのい,いホラー映画があったとしたら、はい、やっぱりあんま語るべきではないなっていう気持ちもあるんですよ。ああ、意味を持たせない方が。うん。 そうすごいさ、面白い漫才を解説してるみたいなさ、<ー>寒さがあるやん。うんうん、まあね。なんかだからそういう意味では、まあホラー映画って、こう、やいやい言ってる方がいいと思うんですよね。うん、<laughs> 僕ら内にやいやい言ってるってことで楽しんではいると思うんですけど、はい、なんか。うん、<laughs> ただ、やいやい言ってるだけの回でも手応える回はあって、ゴジラ VS 今回はマジで <laughs>、あの <laughs>。いや、あれはもうだってやいやいというかね、大絶賛してますから <laughs>。 いやいや、キャプャンしてますか。あの、完全に大絶賛してるの前田さんだけじゃねって思ってた。<laughs> 若干みんな、あと3人ドン引きしてたと思って <laughs> 気づいてなかった ?2 回見に行ったのに。でも収録が一番面白かったのはゴジラ VS コングなんですよ。うんうん、まあ,あ、お祭り館って言いましたからね。公開2日目に行って、うんうん、で、も見終わった直後に収録して、<laughs> でもゲラゲラ笑いながらやって、で、しかもその後、 バーもあったじゃないですか。はい。もうそのテンションのままゴジラバタ則コングの話をバーでしてっていうので、まあ、あの時は面白かったですけどね。やっぱこう、ジャンプ映画は熱がいますね、熱が。そう考えたら映画をランダムに見ることは大事だなって思いました。うん。<laughs> 今日の反省。<laughs> あんよさん、今まで見たことない映画めちゃくちゃ見ていでしょ、今。<laughs> そうです。たまになんか、それがこう、なんていうか。 うーってなることもあるんですけど。いや、大人の特権って変色やと思ってたんで、はい、あの食べたくないもの食べなあかん時もあるねんなって、<laughs> <laughs> 思いつつ、でもやっぱりそのさっきの,のイニシエントとか、うううううなんていうんかな、なんかね、テーマが面白かったっていうよりも、テーマすらわかんなかったんですよ、私からしたら。うんうん、でも、うん、なんか話した時にテーマが作られたんですよ、話す中で。うん でも、それってめちゃくちゃ、その偶然、あの、大井、うん、さんにとっては偶然じゃなかったかもしれないですけど、すごい偶然性があって、<laughs> う,んうん。だいなんであれをテーマ作品にしたんだと思いましたよね、今考えたら。<laughs> うん、そう、っていう、なんかそういう偶然の出会いみたいなものが、また今年もあったらいいですね。うん、うん。ちなみに次回は、落下の解剖学なんですかねああ。そうですね。落下の解剖学が、これまた揉めそうだぞ。 そうなの。前田さん、見ます今回は。今回は見ます見る。<laughs> 絶対見る。あ、じゃあもう、いいんちゃいます他 <laughs> なんかありましたっけあまあ結構いろいろ多いですけどね。作品自体は。うん。多いけど、うん。そうですね。まあ、とりあえず、落下の解剖学、面白いことだけは保証しますんで。うん。<お>うん。そうか、もう見てるんですかそう、もう見てるんですよ。ええー。面白いし、このラジオで語れるポイントはたくさんあります。 えー、へえ<ー>、そうなんですね。うん。それを楽しみ。すごいヘビー級やろうなっていう。予告編を見るから思うんですけど。はい、なんか思ってたよりミステリーというか、人間ドラマというかスリラーというか、うん、そっちの方が肝っぽいですよね。うん、まあ、そうですね。なんだろう。ほんとネタバレができないタイプの作品だから難しいんですけど、でも、 そうっすね。ミステリーというよりかは、でも人間ドラマというよりは結局ミステリーではあるのかなって感じもするんですけど。うん、うん、なんか、いいですね。なんかちゃんとミステリーで面白いの、なんか久しぶりに見る感じがするの僕だけですかなんかよくわかんない <laughs> <laughs> こう、ドジョの感じでミステリーって感じの映画見るのもあったかもしれないけど。<laughs> うん、うん、<laughs> なんか、久しぶりな感じが結構してますね。うん,うん。うん いやは、早く話したいです。いろいろ喉元でかかって止めてます、今。<laughs> <laughs> じゃあ、落下の解剖学でいいですか、次回。はい。じゃあ、まあ、それでいくとして、あと、あの、ゴジラコング会どうします ?3 月。多分、バーの日になるでしょう,うんうんうん。三末は3月だ<ー>久,久しぶりに対面収録しますか ?4 月末か。え、4月 ?4 月じゃなかったっか。<え>あ、4月か。四月、月ですう月。4月か。ごめんなさい。いや、前、お,おいさん帰って、 で、来るかもっておっしゃってたんで。あ、の、そうとあらば行けますよ、もちろん。えそう、しい。順番がそっち。あ、そうですよ。もちろん。予定があるからとかではないです。え、嬉しい。僕らのために来てくれるのそれはそうですよ。やだ。やだ。だって、ゴジラパサコン一人で見たくないですもん。一人で見たくない。いや、でも、祭りですからね、あれ。うんうんうん。いや。 アダム・ウィンガーとバカ映画としてのゴジラ撮るの天才画でしょうあれは。予告編の段階からちょっとついてきてないんですけど。やばいだろうって思って。ちょっとマッシュって聞こえてきますもんね。振り落とされてるんだが、このみこしからみたいな。大丈夫か僕って思いながら。本当、怪獣ンじるですよね、あれね。 はい。まあ、あの、じゃあ、4末、ゴジラ、コング、対面収録を見込んで。はい。ま、もしかしたら直前にやっぱやめようってなるかもしれないですけど。<laughs> はい。じゃあ、まあ、そんな感じで予定するとして、すいません。僕のターンが長くなっちゃったんですけど、<laughs> そんな感じで。はい。じゃあ、前田さん、<laughs> 何か、近況なりトピックなり。その、私もちょっと今週というか、目星、これといった映画が見れてなくて、 またそれがいるの、森の話しなきゃダメかと思ってたら、<laughs> あ,あったなと思って。待って <laughs> それがいる森のことを考えて思い出した作品があったんですけど、2018年の作品で多分それ見た、あの、そこの映画、あの、当時は見てないとちょっとしてから見たんですけど、その時多分映画バーとかでもめっちゃ私この話ばっかりしてたと思うんですけどね。はい。それ、それがやってきたらっていう。 ああのー、あの、石田一世主演のホラー映画なんですけど、2017年に、一っ、はい、それが見えたら終わりがあって、2018年に、この、それ、それがやってきたら、が公開されたんですけど、はい。はい。これ、あの、もうちょっと、調べていただいたらわかるんですけど、このビジュアルがね、もう、はい、ピエロの格好をした石田一世が、なんですよね。うん。がバーンって出てくるんですよね。うん、もう、 ジャケットに、うん、で、ストーリーは結構その、なんか古典的なホラーっぽいというか、うん、主人公が20歳ぐらいなんかな、その女の子2人が小学生のキャンプの引率で、まあ山奥というか、うん、キャンプに行くんですよね、コテージみたいなところ、うんうん、で、そこで小学生の子供たち男女6人くらいいるんですけど、1人だけなんか馴染めない感じの女の子がいて、で、なんかその子に対して、なんかこう他の子が、なんかこう無理やりこう、 恋よ、みたいな感じで、絡んでるところ、何かが忍び寄ってくる、みたいなテンションなんですけど、もうその何かって石田一世しかないやんっていうネタバレをね、<laughs> もうジャケットで思いっきりしてる、ひたすら石田一世待ちの映画なんですよ。ま、うん。でまずこの映画いいところが、64分なんですよ。うんうん、短っ。短っ <laughs> <laughs> はい。そう、64分なんで、あの、 何て言うんですかぜひ何も見るものがない、一番最後見てほしいんですけどね。この映画を。<laughs> なんか、出てくるのは子供ばっかりなんで、うん、結構子供が、こうなんバラ、バラバラというか、殺される対象に。 なるっていう、そういう残虐性もありつつ、やっぱり石田一世が64分ずっと頑張ってるんですよ。で、おそらく撮影1日でしたと思うんですけど、どんどんメイクが剥がれていくんですよ。直したれよって思うんですよねで。メイク直ししてあげてくれよって思うんですけど、もうどん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 ね、こう、白塗りが薄くなっていって石田一世がどんどん出てくるっていう、そんな <laughs> 映画の話を、これ多分私見た時、本当ずっとこの話してて、<laughs> <laughs> そう。なんかちょっとそれ繋がりでちょっと久しぶりに思い出して、あの、ちょっと一人でも多くの人に見てほしいなっていう映画です。あのしてたなって思い出しました。2018年って、まだバー始める前じゃないですかバー始める。でも、私多分見てるのは、ちょっと後なんで、後でレンタルかなんかで見てるんですよ。ああ<ー>、<laughs> そういうことか。そうです。そうです <laughs> <laughs> この話をバーでずっとしてたんですか <laughs> この話、バーでずっとしてました。もう、その時来たお客さんに、あの、おすすめのホラー映画ありますかって言われて、あります。それ、それがやってきたらってずっと言ってましたも, <laughs> もう、なんてことしてんだってなりますけど。たぶんその時にちょうど並び始めたんかな、レンタルに。わか,かんないですけど。これ多分劇場公開してないと思うんですけど、さすがに。うん。なんかそれ前田さんから勧められた記憶がありますもん。え、ほんまにやばい。 つながってきた。被害者いた。<laughs> <laughs> すいません、見れてないですけど。いや、映画の話したすぎるバーって、ずっと店長紹介みたいな文章を、あの、イベントページに書いてたんですけど、<laughs> そこに、前田さんの紹介の文言って、<laughs> ホラー映画ソムリエって書いてたんですけど、 ソムリエが進めていい作品ではない気はしますよね <laughs>。いや、もう、私、あの、ソムリエとより、なんですか、あの、シェフのお任せサラダみたいなノリで進めてるんで、これが今日のシェフのお任せサラダです、みたいな。<laughs> <laughs> 今日入った食材ですと。<laughs> そうです。これ今月の一押しですっていう。なんですか、その、日替わりランチみたいな感じで。そうです。もう、あの、一択しかないんでっていうテンションで進めてるので <laughs>、<laughs> <laughs> ちょっとご了承いただけたらと思うんですけど、なんかね、でもこの、 なんかね、やっぱ、愛すべき作品の一つやなって、本当に思いましたね。こう見たときに。うん、やっぱり、このホラー映画っていうくくりで言っていいかわかんないですけど、もう本当に面白くない作品ばっかり当たるときもやっぱあるんですよ。うん、でもそんな中で、その面白い面白くないとかじゃなくて、なんかこう見たことをとにかく人に話したいっていう、<laughs> やっぱ作品が、こうちょくちょく出てくるんですね。それその、本当 <laughs> その中の一本。 もうタイトルを何回でも口にしていたくなりますよね。それ。それがやってきたらって。うん、なんで副題と同じこと続け動権面ってい,<笑><笑>いや、そうなんですよ。<お>もう作った人のセンスがやっぱやばいなと思って。そう。やっぱ石田一世っていうのもなんかすごい絶妙で良くて、うん、石田一世がすごい頑張ってるなっていう、うん、あの、なんか勇気もらうというか大人として。 うん。<laughs> <laughs> <laughs> なんか、多分本来完結すると想定された感じじゃないはずなんですけど、きっと。<laughs> いや、でも本当にやっぱ見てる。いや、そうなんですよあの。ちなみにフィルマークスの星1.6なんですけど、ね。すごい。<laughs> 310人見てます。ほぼ全員が位置入れてるってことですね。<laughs> そう。うん、そうですね。ほぼ全員が位置入れてますね。ひどいな、みんな。 でも、そこまで愛のある位置あるんですね。<laughs> <laughs> 確かにみんな見てますからね。この映画を見てることが愛ですそう,す、ね、そ,う,そ,うそうそうそう。そうなんですよ。<ー>そうなんですよ。<laughs> ちなみに、どっち見るべきですかそれがいる森と。<laughs> 待って。究極来た。えー、でもやっぱり、それがいる森は、あの、次へのね、つながりというか、中田秀夫特集に向けて。<あー> <laughs> そっか。<laughs> <laughs> そっか。<laughs> それ、それがやってきたらは、いや、 ま、でも64分っていうのはめちゃくちゃ魅力的じゃないですか。うん。うん。もうあの、今日何もしたくないなみたいな日に見れるじゃないですか。うん。うん。うん。なんか落ち込んだ時とかに見てほしいですね。今日、<ー>そう、今日あの、<laughs> 今日仕事ですごいなんか嫌なことあったなとか、<laughs> そういう時に見てほしいですね。本当に。 それがやってきたら。うん、で、まあ、で、語る必要はないと思うんですけど、うん、ラジオとかで。うん、ただ、見たら語りたくなるとは思います。<laughs> いや、もう、ちょっと今、語るために見るっていう選択肢、心の中に芽生えちゃってますからね。<laughs> いや、ほんまに。いや、もう。でもな六64分か。いや、64分あったら、秒速5センチメートル見れるからなーみたいな。考える、ね。<laughs> 秒速 <laughs> そうか。別のラジカルな思想がここにあった。そう考えたら秒速ってすごいですよね。あのちゃんと64分に、うん、あの、詰まってるのに収まってるから。そうですよ。すごいんですよ、だって秒速5センチメートル。<laughs> いや、だってそれがやってきたらなんて64分なのにスカスカですから、ね、<laughs> 秒速63分で中身ぎっしりですよ。<そう> <laughs> <laughs> ここに永遠があったのかって思いますよ。<laughs> <laughs> しいですね。時間の無心にするらしいですからね。<laughs> はい。<ご>いちょっとね、<laughs> 私もあの、そろそろというか、ちょくちょくやっぱ幼少年でこう、ホラー映画、ちゃんとお勧めしていこうって今年は思うので、あの、ぜひ聞いてる方もね、一緒に永遠を感じていただけたらと思います。はい。<laughs> はい。 あの、中田秀夫監督特集は、うん、まあちゃんと想定しといてもいいと思うんですけど、次何か予定あるんですかだからさ、あれだって、スマホを落としただけなのにだって。<何>あ、言ってたやつ。そう。そっかそっか。そっか。スマホを落としただけなのに最終章、<う>ファイナルハッキングゲーム。いやもうタイトルが最高ですよ、ね。<laughs> アホ。<laughs> <laughs> <laughs> スマホを落とすだけ、の、三部作というかね、あの、三足目なんですよね、今回。はい。なんか、1も2も見てないのに、ここからかっていう気持ちは正直ありますけど。てか、嘘食いもやってたんや、中田秀夫。あ、そうなんですか嘘食いそうですね、やってましたね。へえ。いや、僕、ほんまにリングしか見たことないかもしれない。まあ、それが身のためかもしれないですけど。それは正しいかな。逆に今、リング見るのあれちゃいます いや、リングはね、ありですよね。確かに。リング、でも、リングもありなんですけど、このぐらい水の底からもめちゃくちゃ良くて。うん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 。ああ、あれは傑作です。あれ、ほんとね、そうなんですよ。そうです。結構語ることは。うん。リングは、なんか、結構そういう意味ではシンプル。まあね、確かに。シンプルですね。話がシンプル面白いし、うん。ビジュアルがとにかく怖いっていう。うんうんうん。だからなんか、 それこそあんま話すことないのかもしれないです。リングに関しては。まあね。うんうん、結構、時代性の塊みたいなとこありますしね。うん、あの、VHS のザラついた映像感みたいなのも、大事だし。うんうん、でも、あれ、一回やったらもうそれ以上できないじゃないですか。うんうん、もう再生産するだけになるから、VHS のザラつきを再生産してもしょうがないから。やっぱその、ダビングするっていう文化があった時代ならではの、うんうん 怖さだったかなっていうのもあります、ね、そうですよね。うん、劣化しませんからね、今は、コピーしても。あとなんか、先週のビクトリー・エリセの話にちょっと近いかもしれないですけど、こう、物としてあるかどうかも結構大事な気がして、今のデータってものとしてないから、うん、なんかこう、まあ、よりこう、伝染していく感はあるんですけど、うん。うん ただ、リンクみたいに物としてフィルムが、フィルムというか、まあ、ビデオがそこにあるって、うん、なんかそのまがまがしさは結構、なんかあの時代特有のものなんじゃないかなって気はするんですけどね。うん、結構、すごい絶妙のバランスですよね。やっぱ、あの、情報を介して伝染していくものなんだけれども、でも、やっぱり実際に存在する個体もそこにあるっていう、 両方があることの怖さがあると思うんですね、やっぱり。うんうん、リングって。いや、今だと、その、多分、動あの、ネットの動画を使って伝染していくみたいなやり方、なってると思うんですけど、今やったら。今のホラーって。でもそうじゃなくて、情報の伝達なんだけど、ものもあるっていう、このバランスって、なんか、いいですよね。<laughs> いいですよね。なんていうんですかね、その、ビデオの方が拡散がゆっくりだから、 なんかよりこう、一個一個の伝線に重みがある気がするんですよ。ああ、そうです。手間がかかるしね。そうそうそう。例えばその、ま、同じく、呪いの拡散ってのをテーマにしたネットフリックスで配信される呪詛とかは、あれネットフリックスであることに意味があると思うんですよね。で、なんか呪詛って、みんなに呪いを伝播させるというよりも、呪いを薄める効果の方が結構強い気がするんですよ。どっちかっていうと。うんうん。ああ、そういう、ま、あ確かに意図だった。そうそうそう。ただなんか、やっぱり、 その、リンクのビデオテープで渡してくって、誰かに自分の呪いを託すみたいな。うん、そっちの方の怖さもちょっと乗っかってるくる気がして、やっぱ動画のそれとはちょっと性質が違うものなのかなっていうのは思ったりしますね。うんうん、そうですね。なんか、バズるっていう行為の人間が関与できない現象感というか、うん、非人間的に拡散していくものであるし、あまりに早すぎて、 そこも非人間的ですよね。でも、そうじゃなくて、アナログの記録媒体っていうのが、それをダビングコピーしていく行為そのものが、再度呪いをかけ直すっていう意味合いが、そこにあるっていう。で、その映像が劣化していくところに、呪いが増幅していくっていう感じが、ちゃんと帯びてるから、やっぱ、怖かったですもんね、VHS のテープ自体が、当時うん、うんそ。怖かったし、なんかやっぱ、っ今、あんまないですけど、こう、やっぱ砂嵐の、 だっていう感じとか。ねうん、で、やっぱりそのリングとか、このぐらい水の底からちょっと違ったと思うんですけど、リングとかも最初冒頭って、あの、女子高生の、それこそ都市伝説的な話から始まりますよね。<ー>みんなで見てて、みたいな。<laughs> そんな話感じなんかやっぱり、ね、あの感じがすごい良くて、それこそ、あの、その流れって、まあ、流れというか、着信ありとかもそうなんですけど、うん、着信ありとかやったら、あの、チェーンメールにやっていくんですけど、うん、女子高生とか、 若者の間で流行ってる都市伝説っていうところから始まってるのが良くて、うんうん、なんかそういう意味ではこう、その呪祖とかはいきなり全世代、全世界みたいな感じなんですか。なんかやっぱそうじゃなくて、最初そういう噂って、やっぱりこう女子高生のとこからなんかこう広まって、小学生とかでもいいんですけど、そういうところからこう噂が広まっていって、それが大人にたどり着くようにちょっと実差があるみたいな。うん、なんかそういうのがね、なんかいいんですよね。 はい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 。なるほど、ね。なんかやっぱり、そう、大人が、は、それを最初信じない、うん、信じないんだけどっていう、だからそこにこう、到達するのにちょっと遅れたり、信じるのに遅れがあるっていうような構造もすごいよくて。めちゃくちゃ意い味い方っすね、それ。<laughs> いやそう,そういう意味では、そう、はい、なんかあの、今限定されてないっていうことは、うん、より多くの人にっていうことが逆に怖さを、さっきおっしゃった通り、薄めてるっていうのはあるかもしれないですよね。うん あと、前田さん、90年代の女子高生好きですもんね。そうなんですよ。<laughs> だから、その、そのあたりのホラー映画とか、まあ、映画全般出てくる女子高生っていうものがすごく好きで、なんか、あそこから全てが生まれてるっていう感じの時代性の、うんうん、とか、うん、なんか、まあ、良い目悪い目はあるとは思うんですけど、映画における女子高生の表現っていうのは結構好きで、だから、そうですね、そう考えたら、速度って、うん 早ければいいもんじゃないなっていうあります、ねうん、こう、一つずつ伝わっていくって一、うん、人から一人とか、一人から何人かっていう、一気にじゃなくて、ちょっとずつ伝わるっていう。うん、そうですね。勢いがありすぎると、災害ですからね、それは。そうですね、災害。うん うんうん、その意味では、あの、呪音とかって、個人的なものから災害的になっていくっていうのがちょっとおもろいのかなって気がしました、今。ああ<ー>、うん、個人的なもの、災害あの、だから、規模が家の話だったはずなのに、なんか、うんうん、タガが外れるじゃないですか、規模の。うん、でも、その、あの家に救った呪いがとかっていう規模じゃねえなっていう話になるじゃないですか、<laughs> なんか。うん、うん 確かに最近とか。そこがなんか不思議な感じなんですよね。なんかもう呪いの話だったはずなのに、もう呪いとかじゃないなっていう感じになる。っていう感じというか。うん、なんか、あの、僕、劇場版ジオンの一作目だけ見たこと。あ、まああとネットフリックスのジオンね。見たことあるんですけど、やっぱりあの劇場版ジオンの一作目の感じの、なんか、なんだろうな、受け止めきれない感じというか、まあまずあの家の中の話が怖いんですけど、 もうなんか呪いなんだけど、目的がなさすぎて、もうなんか別のものになってる感じがあるなっていう。だってもう意味なさすぎるじゃないですか、あの家の呪いって。うんうん、何をしたいかよくわかんないんですよ。<laughs> ゴールが見えないっていう感じが、うん、で、最終的に規模が大きくなるっていうところが、なんかすごい不思議な独語感はありましたね。うん。毒語感というか、視聴語感がありましたね。 ジュオンも結構、その、シリーズいろいろあるんであれなんですけど、うん、そのビデオ版のジュオンもぜひ見てほしいんですよ、うん。言いますよね。ビデオ版がっていうの。ビデオ版が、あの、すごい、今、ユーニクストだったら見れるんですけど、うんうん、ビデオ版の方がちょっと私、逆にその劇場版の一作目、 うん、を結構長らく見てないんで、ちょっと逆にそっちの方がおぼろげなんですけど、うん、ビデオ版の方がな、なんかこうなんでそこにそういう、その家に、そういうものが生まれたかっていうところを描いてるので、うんうん、あの、どっちかというと心霊っていうより、ん、なんか、スプラッターではないですけど、心霊というよりは結構そ、なんか人、人人が怖いみたいなよりですね、うんうん、ビデオ版。うんうん、ちなみに栗山千明が出てて。 めちゃくちゃイケてる桐山千秋出てるので。うん,うん。うん。でもなんか面白いですね。清水隆さんのホラー感と多分中田秀夫さんのホラー感が多少違うのかなって気もするんですけど。うん。そうなんですよ。多分私が思うに中田秀夫ってホラーっていうよりもサスペンスが上手い人だったんじゃないかなっていう。<ー>ちょっと今となってはわかんないですけど、それすらも。今となって。今となっては。それすらもわかんないですけど。あ確かに。うん。まああとはその、 政策に関わってる人とかも、あ他の影響とかもいろいろあるとは思うんですけど。うん、でもなんかあの、え、ちょっとだけ話して。どうぞ。あの、梅津和夫の書いた本の中に、はい、その怖さの、それこそ本質というか人が怖いと思うものについて書いてる文章があって、はい、その中であの、梅津和夫は自分が変わっていくことが怖さの中、はい の一つなんじゃないかっていうふうに言ってるんですよね。うんうん、で、その一番身近なものが多いなんですよね。うんうんうん。はいはいはい。で、例えばその受音とかも、だからその延長線上というか、こう何かに取りつかれることで自分は変わっていく、うん、なんかそういう怖さがあるんじゃないかっていう話があって、あの、すごい、 なんか、それ読んでから結構、呪ンに関しては、あの、特に劇場版の呪音ってそういう話だったかなと思うんですけど。うん,うんうん。大きな恵みでしたっけ大きな恵み。うん。そうだったと思う。が、ちょっとずつこう、なんかこう、自分がそっち側にちょっと行ってしまうような、自分が変わっていくような怖さの話だったんじゃないかなと思うんですけど。うんうん。ああ、呪音ちょっと見返したくなってきた。名作 J ホラー触れてみてもいいかもしれないですよね。リング、呪ン、うん、このぐらいのの底からあたりは。 うん、どれかやってもいいかもしれない。そうですね。てか、あの、ね、ポッドキャスト始める前のバーで話してたから結局触れてないんですけど、ネットフリックスダンジョンなんかがっつり話してみたかったですよね。確かに。いやね、そう、しかも結構1話30分で6話ぐらいしかないから、サクッて見れますね。うんうん、そうで,、ねそうで,ね、でしかも、ちょっとあれ怖いな、本当に、ね、<laughs> めっちゃ怖いですよね、あれほんま <laughs> あ。そういう、なんていうんですか。 90年代とかの凶悪事件ってそんなに詳しいわけじゃなかったので、うん、え、そんなのマジでやったのっていう驚きもちょっとありましたし、うんうん、マジで90年代のあの空気感すごいドス黒いなみたいな感じがすごかったですね。ね、うん、作品はあと、やっぱ言い悪いはちょっと一旦置いとくんですけど、うん、まあネットフリックスとはいえ日本の うん、作品で、まだ記憶に新しいような事件を、うん、あの、あそこまでモチーフとして描けるんだっていう、ちょっと、驚きもあって、結構ね、そういう意味でも衝撃的な作品、うん、というかシリーズだったんですけど、うん。結構際どいですよね。関係者全然いらっしゃるわけじゃないですか。あそこまで年代近かったら。 そうなんですあんまりぼかせてもないし。いや、結構直球で描いてますし。すね、ただ、まあ変な話、それが海外の作品だったら、そういうことってもう何も気にせずに我々見てるわけじゃないですか。うんうん、正直そんなに身近に感じてない部分もあったりして。うん、それが、その実際にその、日本であった事件ってなると、うんあ、こんなにこう、なんていうのかな、こうショッキングなんだなっていう、視点もあり。 そうですね。でも見返したくないんだよな <laughs>。そうなんですね。<laughs> 本当怖いからな、あれ <laughs>。いや、でもまだ見てない方は、あの、羨ましいぐらい、今からね、そんな見、うん、見えてない作品で。そうですね。うん、やっぱ面白いって、怖いよって進められるホラー映画って、そんなに多くもないので。いや、なんかそのネタじゃなくて、本当に怖いっていう、うんうん、方向性で面白いっていう。 怖いってやっぱり難しいし、うん、あんまりね、その怖いよって言って進めてることもなんか、今から面白い話するでみたいなノリ <laughs>、みたいなんですけど、まあでも、ネットフリックス版のジョンは、あの、しっかり、こう、なんかちょっと、じめっとしてて、うん、でも今年そのホラー映画語る予定が中田英夫しかないんか、まだ。あ、あるわ、北崎オーナツが。前回もホラー映画喋りましたよ。やほんまや。まあでもその辺はちょっとホラーというか、ちょっと、ホラー、 っていうくくりではあるけど、うん。んちょっと違、ね、ちゃいましたね。いまね。うん。いやー、ホラーはね、やっぱ去年末にいいのが2個あったから。そうなんですよね。トークといイミ味とね、サンクスギミングが。うん。まあ、あとやっぱり、こう、スプラッターとこう心霊系とかをちょっと分けて考えていく必要もあって、うん、まあね、それを、ね。こをちょっと一緒にしちゃうと、結構、なんか、事故りやすいんで。うん。うん そういう意味では、トークトゥーミーとサンクスギビングの組み合わせ良かったですよね。うん、そうですね。本当に。こう両輪。うん、ちゃんと、いい歴の両輪っていう感じで、うんうん。はい。あの、ちゃんと本来がソムリエっぽく着地しましたね。よかった。はい。じゃあ、マリオンさんのコピックを伺おうかなと。はい、そうですね、えっと。劇場では、えっと、王国見ました。はい。 あと、ビクトリエリスの瞳を閉じても見に行って、マジでこの週末、投い映画しか見てない。<laughs> 辛って思いました。はい、<laughs> 内容は濃ゆくて、どれも良かったんですけど、まああの、すげえ大変だなっていう。1日1本が限界でしたっていう感じでしまあまあ、そうですよね、うん。あと、家で配信の方で、ちょっとアカデミー賞にかかってる映画見とこうと思って、ニモーナと、 ラスティン、ワシントンのあの日を作った男っていう映画とかも見てます。うん。うん、そうですね。王国、もてどれもなんかみんな話してるもんなって感じがするので、<laughs> 特になんか僕が触れることあるかなみたいな感じがするんですけど。けど王国に関しては、まずなんか、その映画の内容以前に、この作り方でやろうと思ってるこの監督怖って思いましたけど、うん、やり方が怖い、本当に。うん、よくそんなこと考えつくなっていう。 ことをやってたのでちょっとあれは試みとしてちょっと体験としても唯一無二だなっていう感じがすごくしました。うんうん、見ながら浜口竜介の演技メソッドで感じる、こう染み込ませる感覚ってこういう感じなのかって見る側も思うみたいな体験だったなっていうふうにはすごく思いました。はいうん、ちょっとあれはビビりました。はい、<laughs> すげえわーっていう。 その、やり方の方にまずちょっと、異風なるものを感じるというか、そういう映画だったのですごく良かったですで、瞳を閉じては、このラストシーンがめちゃくちゃ好きなんですけど、映画ってさ、すげえ、なんかもう、言葉にするとチンプですけど、魔法が宿っているよなっていう、ものがやっぱ最後出てくるなっていうのがあって、本当、うん、素晴らしいなって思ったんですけど、けどやっぱりこれを、なんというか、 僕はもう直近で三橋の囁きを見て、これに臨んでいるわけなんですけど、人の目として見てるわけですけど、まあ、実際に30年間の時を経て、この映画を見た人にとって、あのラストはめちゃくちゃ感動も人おだろうなっていうふうにすごい思いました。うん、本当にそういう30年以上経って、本当に飛び越えてしまいますからね、本当に。あの映画の中っていうのは、ちょっとあれはちょっとすごいなって思いました。<ー>うん、もうまあ、その映画の長さということでそれは演出しているとは思うんですけど、<laughs> 30年が経ってなくても同じような感覚は味わってはいるんですけど。まあでもちょっとこればっかりはちょっと時間の重みっていうのを直に感じた上で見たらもっと良かっただろうなっていうふうにはすごい思いました。うん、あの映画の中であのアナさんって出てくるじゃないですか。はい。あの方だから三ツ星の佐々のあの方なんですよね。そのまま。そうですね。はい。三バチの佐々で主人公を演じてたあのアナちゃんがもう一回役者として。うん、ほうそういうことなのか。 でも、完全にその三橋の佐々の見ている人への目配せみたいなスイッもありますもんね。うん、私はナよって言う。そうそう,そうそうそう。まあるっていう感じだったので。のでうん、けど別にそれがなんか鼻につくとか、なか何やっとんねんみたいなふうにも特にはならないので、うんうん。そう。だからなんか、僕あれ見てて、主人公の人であるフラン、うん、記憶を失う男いるじゃないですか。はい。で、彼がまあ映画を見ていくっていう話に、これどのくらい言っていいんだろうな、なるんですけど。<laughs> うん あれって、多分、アナにとってもそうなんじゃないかな。その役者というか本人としてもそうなんじゃないかなって思って。あ<ー>その、彼女って多分、あれ5歳とかでしたよね、確か。三つ星の佐々取った時って。ぐらいかなとい。で、確か本人と役っていうのが理解ができないであろうから、本人の名前をそのまま役名にしたっていうふうな話だったと思うんですよ。だから、アナの中では、あのお話って多分、現実と虚構のすごい、淡いのようなことだったはずなんですよね。うん だけど多分もう5歳の頃だからほとんど記憶はお,おそらくないような状態な気がするんですよ。ただ、アナツさんはおそらくこの三橋の最強を何回か見るわけじゃないですか。うん、で、そこには自分の記憶にないんだけど記憶に残ってるところが出てくるわけじゃないですか。うん、なんだからその構造って主人公フランクのことそのものだなっていうのもちょっと思って。確かに。そうですね、うん。自分の知らない姿。うん、でもそこには確実に残ってるっていうのがあるっていうのがね。うん。いやね、ちょっとすごかったですね。 ひたすら静かに喋ってるばかりのシーンとか、本当に切り返しで喋ってるとか、横に向かい合って座って喋ってるみたいな感じのが,が連続するぐらいなんですけど、でもやっぱなんかそこになんかすごいじっくりこの話を紡ぎたいんだなっていうのがすごい出てるし、うん、やっぱなんか映画の力みたいなね、絵を描く映画ってのはたくさんありますけど、うん、なんか違うよな、なんか巨匠ってやっぱ違うなって思いますよねっていうか。うんうん まあちょっと重みがちょっと違いましたね、うんうん、その辺に関して、うんうん、ちょっとそこは驚きでした、やっぱ。で、えっと、ニモーナなんですけど、もうめっちゃ最高でしたね。ああよかったですうん、ちょっと見るのがだいぶ遅くなってしまって、本当申し訳ねえなって思いましたけど。うん、いや、本当にニモーナがいいっすね、ほんとに。もう悪巧みしてる時のね、生き生きとした顔が最高ですよね、っていう、うん。そういった、彼女がまあ、彼女とあともう一人、バルっていう、騎士道波動をされる。 追放されたような男が、まあ、世界のこう、当たり前とされてきたものをちょっと壊していくというか、ちょっと違うんじゃねみたいになっていくっていうのは、まあ、シンプルに面白いっていうか、いや、めちゃくちゃ良かったっすね。良かったっすねしか言ってないですけど、本当に良かったんでこれは確かに、あの、みんながこう、良かった良かったって言ってる理由もすごくよくわかる。映画で。これね。 本当に、マジで、これをボツにしたディズニー、マジで見る目ないなって思いましたけど、本当に。マジでちょっと見る目ないと思いました、はい。ブルースカイスタジオも閉鎖したことも僕、未だに根に持っているとこなので。まだ <laughs>、マジで本当に。ちょっとその怒りに関してはもっと言いたいことあるんですけど、まあ、これぐらいにしておきます。はい。<laughs> で、ラスティングは、あれですね、キング牧師があの有名な演説したあのワシントンの大行進ってあると思うんですけど、あれ企画した人の話。 へー。ほー。なんですよね。もう全然知らなかったですけど。バイヤードラスティンという男らしいんですけど。で、彼はまあもちろん黒人の男性で、で、なおかつ同性愛者だったという人物で、うん、で、まあその人が、もう、まあある意味本当になんか、キング牧師以上の中ある意味カリスマ性を発揮しているというか、本当にその、そういうプロテスト的なこう、運動とかに対しての、もういろんなことがもうすぐ思い浮かんだりとか、 こうしたらもっといけるんじゃないかみたいなのがすぐこう浮かぶような本当にこう、まあ、軍師と言いますかっていうか、企画力の鬼みたいなところがあって。うん、なんですけど、ね、やっぱりその、本人のその同性愛っていうセクシャリティの問題もあってなんかやっぱりなかなかこう、黒人のその権利を向上させたいっていうなんか委員会とかたくさん出てくるんですけど、そういったところからちょっと折り合いもつかなくてみたいなこともありつつ、けどま、彼はワシントンでその10万人を超える うん、人数集める大行進を成功させていくまでの話っていう。うんうんうん。な、うんうん、で、なかなか、まずこんな人がいたんだっていうのもちょっと全然知らなかったので、本当になんか面白く見ましたし。まあ、演じてる人がコールマンドミンゴっていう役者さんなんですけど、うん。いい役者さんなんですよね、なんかね。ちょいちょい見るんですけど、いい役で出てるみたいな人で。うん、なんだろうな。あの、ゾラって映画見てる人いませんよね。<laughs> あ、見てますよ、僕。ゾラ。見てますあの、はい。 めちゃくちゃあの、主人公に因縁つけてくるというか、もう悪の親玉みたいな黒人の人いましたよ、ね。はい、はい、はい。あの人コールマンドミンゴなんですけど。はい,はい、<laughs> はい、は,いはい、はい。ああ、はい、はい、はい。あの人めちゃくちゃ存在感がなんかね、いいんですよね。もうなんか、絵になる人だなっていうか、<laughs> そうめちゃくちゃ演技上手い,い人で。まあなので、今回、主演男優賞にもノミネートされてるんですけど、今回。はい,はい、はい。 で、ご本人も同性愛者っていう、まあ、ちょっと役とも重なってるっていう意味でも本当にハマり役というか、すごい多分思い入れもたっぷり演じてるんだろうなっていうのがすごく伝わるような演技で、うん、これも本当良かったです。はいうん。なんか濃いっすね。うん。<laughs> 濃いです。特に映画にまつわる映画を日本見てるんですね。ああそっか。そうですね。いや、なんかそれ同時に見てたら結構 こう、紐づいて見ちゃいそうやなと思って。うん。うん、見てるときはあんまり感じじゃなかったですけど、なんか、まあ言われてみればそうか、みたいな感じです。うん。で、去年のベストがあるじゃないですか。ああ、アフターさん。うん。うん、ああ、そうですね、確かに。うん。まあどうしても我々、その、映画とか映像にまつわる話、刺さりすぎるとこはあるっちゃありますよね。<laughs> そう、そうですね。うん。まあ、やっぱりその、でもそうだななんかそれが僕はなんか、 映画でその映画の力の話とか映像の話をするのが好きっていうのはありますけど。まあ、人見落としてたアフターサンどっちかすかって言ったらやっぱアフターサンドで。うんうんで。でもそれってやっぱビデオですもんね。なんか映画じゃないよなっていう。ん確かに。うん。っていうのがちょっとあって。やっぱりそっちなのかななんか、身近なビデオにこそそういうのを宿るのかなみたいな。う <laughs> ん <laughs> うん。ちょっとね、してしまうとこあるんですけど。うん,うんうん。確かに瞳を閉じてのビクトルエリセ、あの、劇中映画はフィルムで撮られてるじゃないですか。 うん。で、その後、結構デジタルで、あの、基本的な劇中の絵はデジタルで撮られますよね。うん。なんか、ベクトルエレスンにとっては多分フィルムが一番宿るものって信じてんじゃないかなって気がちょっとあれ見てるとして。うん。うんうん、そうですね。い,うん、いきなり何も言わずに本当に映画の、その劇中の映画の本編が流れ出すので、うん。一瞬見る映画間違えたかと思っちゃうぐらいなんですけど、でも本当にフィルムの感じもすごいいいんですよね。 話はな、この映画の話が面白いかどうかはちょっと別としてなんか、何 <laughs> のこの映画って思いながら見てましたけど。<laughs> うん、ただやっぱ見てるだけでなんかちょっと綺麗ですよね。あの、フィルムの感じうん,うん、うん、そうですね、うん。あの、王国が逆に映画そのものがないっていうのが尖ってんなと思うんですよね。ああ、そうそうですね、うん。その映画にまつわる話なんだけど、映画自体がないって、まあ一応、 断片シーンみたいなのはあるっちゃあるというか、あれ多分ね、映像そのものじゃなくて、ロケハンみたいなシーンやと思うんですよね。ううん、多分ロケハンとあと、なんだろう。あ一応、その、本番みたいなシーンもあるけど、うん、あれ映画そのものじゃなくって、その本番の演技を別の角度から撮ってるような絵になってたような感じとか、 その映画そのものが徹底して画面から省かれてる映画なんですよね。うん、何言ってるかちょっとこんがらがりそうですけど。うんうん、そこがすごい、こう、我々映画とか映像にまつわる映画好きになりがち問題の中でも特に尖ってるなっていう感覚になるというか、王国に関しては。うん、映画そのものを不在の中心にしているっていう映画。なんかすごいなって。いや、ちょっとあれは、 テキストの鬼だな、みたいな感じというか <laughs>、超テキスト主義みたいな感じ。<laughs> <laughs> そうですね。映画だったんで、うん、やってることはマジでその論理的だなって思いつつも、そこが論理的すぎて怖いって思ったんですけど、そこは。うんうん、で、やっぱりその、あと、あの、見終わった後に、あと、お便りに書いてたんでしたっけあの、シナリオブックが良かった。もうなんかすごいだったみたいな書いてたと思うんですけど。うん、で、まあなんか、さらっと読んだ感じ、あれですよね。あの、映画内で、 彼らが練習した映画の台本みたいな、か、うん、手紙だったりとか、長所みたいなのが載ってるみたいな感じですよね。うんうん、いだからまあ、これ読んだらそら保管はされると思うんですけど、うん、これ読みたくねえなって思って買ったはいいけど、やっぱあれは余白として楽しむもんかなっていう感じがめちゃくちゃ僕はちょっとしたんですけど。うんうん うん、いやこれ、まず本当どうやって作ってるんですかねこの元となったシナリオブックの内容の映画を作ろうと思って、それであの手法を使ったってことなんですかねこれってよく分かってないんですけどどうなんでしょうあの、あ劇中劇の脚本を読む流れの脚本があるんですかねそれかもう徹底して編集で作り上げてるのかあの、一応、また、あ、前も言った気がするんですけど、その、僕が見た回、その監督の、ああ、はいはい。あ コメンタリーというか、えっ、ー、と、トークショーみたいなのもあって、そこでおっしゃってたのは、もう、役者の身体を取ることに注力してたので、もう、基本あれはもう時系列、そのまんまらしいです。うん、時系列なんですね。うん。は<ー>なんで、まあ、数ヶ月、一ヶ月かなほぼ一ヶ月間で、あの役者さんたちの稽古の打ち合わせ、そのものの状態をずっと録画しておいて、で、それを、もう、ほぼほぼ時系列順につなげた、ほぼ入れ替えたところはないっておっしゃってました。え、じゃあ、あの、冒頭の長所は、 一番初めに練習し始めてるってことなんですかあ,あそこの長所だけは多分加えて、150分版で加えてるはずですね。すねただその後のその読み合わせから先は基本的には時間順のはずです。はあ、はあ,、はいあー、なるほどな。確かにだんだん素人目にもわかりますもんね。なんかこう。あ だんだん役が自分そのものに染み込んでいるってるような感じというか、洗練されてってる感じというか、自分の言葉としてそれが出るようになっているところまで来てんなっていう感じがまあ伝わるじゃないですか。で、それをまたこう、ちゃんと編集でもやってるし、話も、あの、 徐々にこう話の内容が分かるようになってくるじゃないですか。リピートしてた先の話ちょっとやり出して、あ、テーマそこか、みたいな。うんうんうん。とこにが分かるっていう体験。それこそ一緒だなって思って。うん、観客側とも、演者側も同じような体験をしてるっていう。なんか、やり方がやばいな。うん、怖っ,てって。<laughs> だから、あの途中シーンとかで、そこの場面にはいるはずのない人の顔をずっと映し続けるシーンとかあるじゃないですか。 あそことかは結構カメラマンのアドリブだったらしくて。やば <laughs> やっば <laughs> いや、もう成り立ちが怖いって、この画だから、意外と、だからロジカルなんだけど、アプローチはロジカルなんですけど、めちゃくちゃその身体性というか、その場の空気感、彼らの空気感で作られてるものっぽくて。うん。だからその生感含めてちょっと独特なんだろうなっていうのは。うん、いや、でも、これ、ロジックだけで作ってたら、 ちょっと嫌な映画に見えてたと思うんですよ、正直。ロジック先行で、もう、てして構築し上げたってなると、逆に人工的すぎて嫌な映画に見えたと思うんですけど、やっぱその生感というか、アドリブ感がちゃんと生きてるからこそ、そのロジックもちゃんといい感じになってる気がしますね、うん、そこは。うん、あとあの、僕、 その、だんだん読み合わせ重ねることで役が体に馴染んでくる感じってあったと思うんですけど、馴染んでない段階の棒呼び段階というか、あんまりまだ馴染んでない時の演技も僕結構ありやなと思って。うん。その、要は、役者より脚本が上にある段階のストーリーテイングはそれはそれでやなと思って。うんうんうん。役者が脚本より上にまだ行ってない段階。 っていうのは、それはそれでやり方の一つやなと思って。まあ、棒読みなんですけど、じゃあもう、その、棒読みの中でちゃんと面白くなるように作ったらいいっていう見方もできるし、その、物語がそれぞれの登場人物よりも上位の存在として進行していくって感じは、それはそれで一つのテーマ足りえるかなって気もして。 ある種、その、あやつり人形なんですけど、でもあやつり人形のままでも描けることってあるんじゃないかなとかって思って、僕は初めの方の、なんかあんまり馴染んでない感じは、それはそれで好きでしたね、見てて。これはこれでと思って。うん。っていう。いやちょっと怖いな。<laughs> こういつり方できるのがマジで怖いっていう。いや <laughs> 僕のホラー体験はこれでしたっていう。<laughs> ああ、でも、分かる気もする。 なんか今日最終的に話がホラーに着地しますね。うん、<laughs> あと、その、情報と記録媒体とか、うん、あと、映画と映像とかって、なんか、ふしふしに出てきて、今日、会話の中で、うん、確かに。<laughs> いや、なんか、面白いなと思いました。別に伏線なわけでも何でもないんですけど。うん。<laughs> なんか潜在意識の中にあるんですかね。うん。まあ、結構考えてることではありますけどね。うん、そういうの。うん。はい。 1> 1時間になってきているので、じゃあ、こんなとこで終わっとこうかなと思います。で、次回は、落下の解剖学で、うん、行きましょうか。はい。はい、お知らせになります。映画の話し発す,すぎれば、次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。 場所はイベントバイデン日暮里18時オープン23時クローズですまたこの番組ではお便りを募集しております番組全体や次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませバーの最新情報番組次回テーマ X にて告知しております各ご案内は番組説明文をご確認くださいませそれでは映画の話したすぎるラジオ第155回フリートークの回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら